東京オリンピックによる中断が明け、 J リーグの後半戦も加速していきます。この時間は2021明治安田生命 J2 リーグ第24節ヴァンフォーレ甲府対ジュビロ磐田の一戦をお楽しみいただきます。この試合解説は J リーグ公式映像中継でおなじみの佐藤裕介さんです。どうぞお願いします。お願いします。山梨にいらっしゃるのは久々ですか？そうですね、久しぶりですね、中継ではね、はい、はい、ぜひ今日もよろしくお願いいたします。リポーターは小松千恵さん、実況は村上幸政でお送りします。舞台は甲府のホーム、JIT リサイクルインクスタジアムです。では順位表です。中断直前のゲームで上位4チームに勝利はなく、5位甲府以下が追い上げを見せています。2位磐田は無敗が12でストップし、今日対戦する甲府との勝ち点差は5としています。また注意以下も混戦模様となっていて、一試合を終えるごとに順位が入れ替わる状況です。さて、東京オリンピックによる3週間の中断明けとなりました。佐藤さん、それぞれどんな時間を過ごしてここからの後半戦に入っていくのか注目ですね。そうですね、怪我人が戻ってきたりとか、連戦の中で疲弊している選手たちがどういうふうにいい状態で戻ってくるかというところは一つ注目ですし、はい、あとは新しい選手たちがどれぐらいフィットするのかというところはしっかり見ないといけないですね。そうですね。さて、ホームの甲府は今シーズン初の4連勝として中断期間に入りました。佐藤さん、それまでどんな印象をお持ちでしたか？しっかりと相手を見ながら、サッカーをできているなという印象はすごく強いですし、自分たちがやりたいこととやらなきゃいけないことのバランスというのを選手全員がしっかり意思統一した中での連勝ですから、本当に強いチームになってきたんじゃないかなと思いますね。勝てば2012年以来9シーズンぶりとなる5連勝達成となります。一方のアウェー磐田、前節の山形戦では前半だけで2失点、これで3試合連続の複数失点と課題を突きつけられる形となりました。中断明け最後のゲーム負けましたけどね、中断前のゲームですか、山形戦、それでもこれだけたくさんのいい選手がいますから、期待したいなと思います。では甲府のスターティングメンバーです。前節からは1人の入れ替えです。ゴールキーパー川田、センターバックの右に村上が入りました。中央に新井、左に面です。中盤の右に野沢、左に野津田、右のウィングバック関口、左に荒木翔、シャドウの位置には右に鳥海、左に泉沢、トップにはウィリアン・リラです。またサブのメンバー、大卒ルーキー、怪我から復帰した須貝が今シーズン初めてベンチ入りを果たしています。続いて磐田です。こちらは前節と同じ顔ぶれです。ゴールキーパー三浦、センターバック右から鈴木、大井、山本範道、中盤には遠藤康人、山本浩介、右のウィングバックに小川大輝、左に松本、シャドウの位置には山田裕樹、左に大津裕樹、トップにはルキアンが入っています。またサブには新加入の伊藤真希と金子翔太が早速ベンチ入りを果たしました。どのタイミングで投入されるのかにも注目が集まります。さて、甲府の注目にはウィリアン・ギラを佐藤さん挙げていただきました。そうですね、身体的な強さだったりとか、背後のランニングとか、献身性もそうですけど、チームにだいぶフィットしてきたなと、得点欲しいですよね。そうですね、そういう意味では大事な一戦、期待したいなと思います。ここまで1ゴール、後半戦の得点に期待がかかります。では甲府、伊藤明監督のインタビューです。今日からリーグ再開です。この中断期間中、選手たちとはどのようなことを共有してきましたか？まず前半戦やってきたところ、それをしっかりとブラッシュアップするということを、守備面、攻撃面と、そういうところをちょっとブラッシュアップしてきました。そして今日の相手磐田ですが、今の磐田の印象を教えてください。前半戦からね、すごく連勝してきているチームですし、個々の能力、チーム力として、本当に素晴らしいものがあると思いますので、そういうところでは一つ一つのプレーでやはり負けないこと、これがすごく重要になってくるのかなと思います。今日の試合勝敗を分けるポイントを教えてください。まずは先制点と、いうところは多分すごく重要になってくると思いますし、あとはセットプレーだったりとか、そういうちょっとしたところで、勝敗が分かれてくると思いますので、90分間アラートに戦うことが、すごく重要になってくるかなと思います。そして今日は注目の上位対決です。5連勝して後半戦より弾みをつけたいところだと思います。そのあたりの思いを教えてください。一つやはり中断期間を経て、体も一回リフレッシュしたの状態の中なので、お互いにやはりこの初戦というところを、勝ちたいと思いますので、そういう意味ではすごく重要なゲームになると思いますし、リフレッシュして、パワー持って、入っていきたいなと思います。
一方岩田の注目にはルキアンを挙げていただきました。まあ、J2 の中で一番得点取ってる選手ですし、まあ、高さ速さうまさ、まあ、全てを備えたストライカーですから、はい、注目ですよね。まあ、しっかり見たいなと思います。ここまで12ゴール得点ランクトップのプレーに注目が集まります。では岩田の鈴木正和監督インタビューです。中断明け最初の試合、勢いに乗りたいところだと思います。この3週間選手たちとはどのようなことを確認してきましたか？そうですね、1週目はやっぱり個人個人の判断も含めてやっぱり精度あるいは判断共有した中での精度、こういうものを高めていこうというところで、まあ、1週2週と同じような形でやってはきましたけれど、まあ、こういうものに関してはそんなにすぐ1週間でやれる選手もいればまだまだ難しい選手もいるんで、継続しながらやらなきゃいけない。ただもうこの休み明けのこの初戦というものの重要性は、まあ、選手もスタッフも我々も、重々分かってるんでね、本当に集中して、スタートからプレーをしてくれるんじゃないかなと思います。そして今日の相手は甲府ですが、印象を教えてください。そうですね、やっぱり前線に外人選手、体の強い選手がいるんでね、そういう部分ではちょっと最終ラインがね、しっかり集中して守らないといけないかな。でまたヴァンフォーレさんはやっぱり本当にホーム強いっていうイメージもあって、チーム力は素晴らしいと思うんでね、それに負けないような、組織力チーム力を持って戦えればなと思います。甲府と磐田の対戦は過去 J1、J2 を通じて甲府の1勝、磐田の8勝、6つの引き分けです。磐田は直近8試合で負けなし、甲府が勝てば2013年の5月3日以来となります。その甲府と磐田、今シーズンは6月13日の第18節で1度目の対戦、今日6試合ぶりとなります。その試合は開始4分で甲府のメンデスが一発レッドで退場、15分には遠藤のコーナーキックからの流れで大津が決めて、これが決勝点。その後甲府もチャンスを作りましたが、1対0で磐田が勝利しました。5位の甲府、そして2位磐田の一戦、 J2 リーグの第24節です。佐藤さん、順位も特に両方とも高い順位にいるチームですから、非常に注目は集まりますね。まあ、大事なゲームだと思いますね、うん、はい、まあ、再開初戦ですし、はい、そのあたりどのような準備をしてきたかというところにも非常に注目していきましょう。ゴール裏にも多くのサポーターが詰めかけています。3週間の中断が明けた最初のゲームをこれからお送りいたします。まあ、隣の県ということもあってアウェーカーのサポーターの姿も見られますね。まあ、そうですね、はい、サックスブルーに埋まっているのがゴール裏、磐田のサポーターの姿です。まあ、やはりスタジアムにファンサポーターの皆さんがいると力になりますよね、選手にはね。そうですね、共に勝ち点3を奪って後半戦さらに優位に進めるために今日の勝利は必要不可欠な対戦となります。まもなく両チームの選手がこのピッチに姿を現そうとしています。さて、甲府は今日からのホーム3連戦、ホーム戦の3試合で夏季限定ユニフォームを着用して臨みます。チームのマスコットバン君の誕生15周年を記念してモチーフとなっている山梨県原産の犬海犬をあしらったデザインとなっています。現在4連勝中、また2試合クリーンシートで勝利している甲府。佐藤さん、この中断前の流れ、甲府はいかに持続するかというのが大事ですね。いや、間違いなくそうだと思いますね。そのための準備というところで、こう佐藤さんから見た目でどういうところをこう手こ入れするべきとかありましたか？まあ、継続だと思いますね。うん、まずは先に点を取ると、はい、で堅い守備で守りきるというところと、あとは自分たちの時間をいかにどれだけ多く作るかというところは、まあ、一つ課題でもあると思いますので、はい、まあ、そこの攻守のバランスというのをしっかり整えながら戦う必要があると思いますね。そうですね。一方、前節敗れて首位陥落、3試合連続複数失点中の磐田、この辺りの守備の立て直しも非常に求められる一戦となります。さて、甲府の北谷文隆が第22節の愛媛戦に出場して J 通算100試合出場を達成しまして、そのセレモニーが行われます。前節も出場しまして J2 84試合で1ゴール、 J3 は17試合で1ゴール、
また今月18日には26歳の誕生日を迎えます。 J リーグアンダー22選抜や横浜 F マリノス、山口、長崎、岐阜、そして甲府と渡り歩いています。こういった若手選手の台頭というところの甲府は非常に重要ですね。いや間違いないですね。この後どんなキャリアを歩んでいくのか。こちら甲府の注目に挙げていただきましたウィリアン・ディラ、そして一方岩田のルキアンです。まあ、得点ランキングトップの12ゴール、これはここまでの調子が好調というのがよく分かりますね。いやそうですね、はい。まあ、先ほどもお話になりましたが、やっぱり高さ、速さ、強さ、はい、まあ、ストライカーに必要な全ての要素を持っている選手ですから、まあ、興奮取ったらやっぱりこのルキアンをどうやって抑えるのかというところは注目ですよね。はい、改めてスターティングメンバーをご覧いただきます。予想フォーメーションでご覧いただきます。佐藤さん、改めてポイントとなる選手、そしてシステムの並び上どういうところを注目しますか。守備と攻撃のところでは少し顔が変わってきますし、まあ、しっかりと自分たちでボールを動かす時間と少し長いボールを使ったりとか、まあ、前線に早くボールを入れてサポートする、はい、まあ、そういうところの形のバランスというのはしっかり見たいですね。そうですね。今日の試合を担当する審判団です。主審松尾はじめ、副審林義人、尾形貴弘、第4の審判が鶴岡大輝。なお松尾主審は今シーズン4試合目、通算136試合目のレフェリングです。続いてアウェー岩田のラインナップです。まあ、ここまでそのセンターバックの横裏のあたりのスペースを使われるというシーンが散見されましたが、いやもちろんそこもそうなんですけど、基本的には自分たちでボールを握る時間を長くして前進するチームですから、はい、まあ、中盤の底にいる遠藤を中心に周りの立ち位置がどうやって変化しながらボールサイドに人をかけてとか、はい、まあ、シュートで終わる、まあ、そのあたりっていうのは、まあ、どこのゲームをやっても主導権争いっていうのはしっかり握れてますから、はい、まあ、今日もしっかり注目してみたいなと思います。どのようなゲームの作り方をするのか必見です。今日はこのサックスブルーのユニフォームを着用しているアウェーのジュビロ磐田です。こちら甲府の伊藤明監督、就任3年目。今日警戒するべきポイントはルキアンの裏への抜け出し、また相手ボール保持者へのプレッシャーも大事、そこを簡単にやらせてはいけないと話しています。こちらジュビロの鈴木正和監督、磐田の監督としてはトータル6年目のシーズンです。甲府はチーム力やメンタル面も含めて非常に安定している、そこを我々がチーム力を持って安定してボールを支配して得点できるサッカーをしたい、そのように話していました。中断明け最初のゲームが始まりました。画面左から右に攻めていく夏季限定黒と黄色のストライプのユニフォームがホーム甲府、右から左に攻めるのがアウェーサックスブルーのユニフォームジュビロ磐田です。こちら甲府の18番鳥海、それをカットしました磐田の大井健太郎、一度下げます。山本の道、佐藤さん、改めて立ち上がりどんなところ注目していきますか。タイロですね、ロングボールです。まあ、両チームにとって、まあ、大事なゲームですから、はい、まあ、最初はリスクはそんなにかけてこないと思いますよね。今みたいなこう背後のボール、まあ、最終ラインとキーパーの間に落とすようなボールだったりとか入れると思いますし、はい、まあ、そうなると頂点にいる今でしたらルキアン、まあ、甲府でしたらリアンにどれだけボールが収まるのか、はい、その回数で主導権争いというのは少し変わってくるので、そこはしっかり見たいですね。縦へのボール、ロングボールというのが多くなりそうですかね。まあ、そこも踏まえてだと思います。はい、クロスを入れます。そのルキアンフリックした感じ、逆サイドに流れていきます。まあ、今中1枚でしたけども、いいボールが入ってくるとやっぱりチャンスになりますよね。そうですね、はい、ここはファウルはなくプレー続行。甲府の浦上が下げて、ここからどのように組み立てるか。高い位置を取っていた新井、縦パスを入れます。そしてウィリアン・ニラ、センターサークル付近で受けましたが、その後すぐに囲まれました。遠藤一度下げます。ここに甲府の野津田は上がっていきます。キーパーの三浦まで下げました。まあ、岩田の後ろの3バックのボール回しに対しては、はい、まあ、リラ、泉沢、取り替えで当ててきますよね。はい、まあ、パスコースを切るような動きというのを前線の3枚がいかにできるか、まあ、そこを自由にやらせてしまうとどんどんビルドアップをされてしまうわけなんですね。いや、その通りだと思いますね。はい、
だスムーズにハーフエイラインまたいでくると思いますから、はい、まずボールサイドボールホルダーに対してしっかりプレッシングいくと、で2列目がついてくる最終ラインがしっかり押し上げてプッシュアップする、はい、まあ、コンパクトさを保ちながらプレーしたいですよね、はい、ここは甲府が最終ラインから出しどころを伺って裏のスペースを関口野沢が拾います。山本康介が囲んでさらに大津幸も降りてきました。ここに大津おっと引っ掛けました。今の甲府の後ろのボール回しから最終ラインから背後出たじゃないですか、はい、まあ、中段前の、まあ、山形戦岩田が山形戦早々に失点した場面とほとんど一緒なんですよ。そうでしたね。だ人はいるけどボールホルダーにしっかりどうやってプレッシャーかけるかで最終ラインの高さというのが変わってきますから、はい、まあ、そのあたりもしっかり見ないといけないですね。岩田はその3バック、特に岩田でいう左サイドを起点に2失点を喫しました。その山形戦、まあ、もちろん甲府としてもそのスカウティングデータの収集というのは終わってるでしょうから、そうですね、はい、そこは狙い目かもしれませんが、岩田の方はルキアン中心に大津と山田のところ、はい、そこから高いところでプレッシング行くのか、はい、それとも5と4でしっかり守るのか、はい、ボランチの脇を少しこう開けないようなポジショニングというのも必要になってきますし、そうですね、で行くんであればしっかりコース検定しながらどこで自分たちがボールを取りたいかというところもチームとして共有しながら、はい、意識とアクションを起こしたいですね、うん、ここはその甲府のパスを奪いました。逆のサイドで大津が上がっていきます。大外で松本がフリー、その松本にボールが出ます。中にルキアン、そのルキアンの上を越えて、うん、メンデスが対応です。山田がいいところでライン間で受けて、はい、広げてクロスまで、なシンプルですけど可能性感じますね。その山田です。山田1人剥がした、中に3人が入ってくる、ゴール前水際で防ぎました。甲府惜しかったですね。そうですね、まあ、良い攻撃でしたね。まあ、岩田も相手の3バックの横のスペースというのを狙ってくるような動きを見せました、まあ、そうですね、はい、あとは少し前がかったところのやっぱりライン間のところにシャドウの選手立たしてそこにボールがいい形で入ってくると今みたいな形は生まれると思います。そうですね、そこをライン間をブレイクしていこうというのがルキアンの動き。あとは今の背後ですよね、はい、まあ、手前と奥の使い方非常に上手ですし、質の高いランニングルキアン持ってますから。そうですね、まあ、甲府の伊藤監督もそのあたりのルキアンの裏への抜け出しには特に警戒したいという話がありました。あとどっち側から攻めるかでしょうね。左右、まあ、今のはメンデスの背後でしたけど、はい、まあ、前回対戦で背後のところでレッドカードを誘った場面もそうですし、そうでしたね、まあ、メンデスの背中っていうところは少し問題を抱えているので、まあ、岩田の選手たちはそこはしっかり見極めながら長いボール入れてくると思いますね、うん、はい、まあ、始まって早々ですけどやっぱりメンデスの背中っていうところのルキアンの背後のランニングが出てますから、そうですね、まあ、チームとして共有してボールを渡すっていうところは できてるんですかね、はい、まあ、甲府もこの時間にそこまでの印象をつけられますとなかなか簡単にラインアップはできないでしょうし、そうですね、はい、あとはボールホルダーにしっかりプレッシャーいかないといけないですね。そうですよね。ここに裏上です。今メンデスを残してフィールドプレイヤーが岩田陣内に入っている状況。野津田、そしてウィリアン・ニラ、後ろから取り替えも絡んでいこうとします。ああいいところ、山田に落ち着きます。ここのスペースです。メンデスが距離を詰めますがルキアン、中に大津もいる、狙っていったか、クロスが横切ります。ラインがありました。まあ、でも山田との2人の関係性だけですけど何か起きそうですよね、やっぱりボックスの中入ると ね、はい、岩田はあの回数をいかに増やしていくかですね。まで岩田は先制したゲームは14勝無敗と勝率10割を誇っています。まあ、その先制を早速その得意な形、用意してきた形から奪っていこうというこの立ち上がり、はい、まあ、今の甲府のボール回しは後ろで、まあ、少し4バックの形で新井がプッシュアップした形ですよね。だ 今の局面に言うと2対1、はい、で3対1の局面を作りながらスムーズにこうまたいでくるというところですね。縦パス刺しました。ウィリアン・リラを収めて取り替え、取り替え、ミドルシュート、いいんじゃないですかね。これ様しっかりミューラーを抑えましたが積極的に狙いました、はい、後ろで優位性作りながらハーフクラインまたいで、まあ、メンデスが顔を上げた瞬間にリラに縦パスがグッと入りましたよね、はい、
で周りの選手の反応も非常に良かったですし、そうですね、まあ、とにかく良かったですね、まあ、いいトライだったと思います。はい、積極的にゴールを狙っていった甲府の取り替えです。中断前の栃木戦でこの取り替えのゴールが生まれています。遠藤外を選択しました。で少し前からのプレッシングがきついと感じたら、今みたいに遠藤が後ろに少しヘルプしてあげて、はい、まあ、フォーの形を作ってリラのプレッシングを少し外すような形で前進する、はい、前線の選手たちサイドの選手が高いポジションを取ってシャドウが落ちてくるとか、はい、まあ、ルキアンが背後のランニングで少し甲府の最終ライン引っ張るとか、まあ、そこの作業というところも少し相手の出方を見ながら作ってきてますね。なるほど。荒木がファウルをもらって甲府のフリーキックに変わります。8分経過、まあ、両チームに言えることですけど、やっぱりトランジションのところですよね。攻撃から守備の切り替えというところはおろそか、おろそかにすると一気に裏返りますね。先ほどのシーンです、うん、いい縦パスが入って、まあ、しっかり収めていい距離でサポートしてシュートまでと惜しかったと思います。はい、きちんと枠を捉えていました。取り替え良しきのシュート。不利はありますが甲府のフリーキックです。遠いサイドには高さのあるメンデス、190センチあります。そのメンデスの前こぼれて相手に当たってゴール方向に転がりました。そしてこの試合最初のコーナーキックは甲府です。今のシーンです。先に触ったですね、岩田の選手に当たったんです。浦上が競ってその後ディフェンダーに当たった形になりました。甲府はここまでセットプレーから15得点を生み出しています。甲府は非常に得意としている今シーズンの得点パターン、質の高いボール入ってきますからね。そうですね。野津田が入ります。インスイングのボール、遠いサイドを狙ってここに味方は合いませんが、流れていったボールはそのままラインを割ります。もちろん岩田もこの甲府のセットプレーが得点源というのは計算しているでしょうし、いやそれはもちろん、今の守り方対策の中はいかがでしたか。マンツーマンですね、基本的にはね。はい、この時計で10分が経過しました。ここに小沢です。上がっていった村上、そして取り替え戻して関口、ワンタッチで取る、取り替えを収めた、シュートを放つ、クロスバーの上を越えていきました。シンプルでしたね。いやシンプルですけどね、出し手と受け手の関係性で背後を取りましたよね。はい、まあ、まず最初にいい場所で受けて、山本のり道ですかね、食いついてきたところ、もう一回取り替え動き止めずに背後ですよね。だすごくシンプルじゃないですか。はい、だそこでシュートまでいきますよね。そうですね、まあ、良い攻撃だったと思います。大津が収めます。松本雅也がダイレクトで上げる、逆サイド、ルキアンの前、大津が外に渡して、ここにルキアンです。縦を使おうとしましたが引っかかりました。相手の隙間を通すパスを流しました甲府。リラが前向き、取り替えに預けて自ら中に入っていきます。野沢が追い越します。ウィングバックの関口が中のポジション、ここは前を防がれましたので一度下げました。岩田は最終ライン5人がきれいに揃っています。
まあ、この隙間をいかにつくか裏を取るかというところが甲府は狙いなんですかね。まあ、あとはボールを持った選手に誰がプレッシング来るかでまた相手来る局面変わってきますから、はい、だから今で言うと5と3と2で構える感じですかね、だからボールサイドのところのシャドウの選手がこう今だとしたら大塚出ていく、で逆サイドの山田が落ちると、はい、ただ取り替えもボールを奪われません。そして関口、逆サイドには泉沢、遠藤が回収、山本のりみちが前につけました。山本康介、慌てずにきちんと自分たちの時間に移します。簡単には奪われないですよね。そうですね、はい、来れば背中というところが空いてきますから、はい、まあ、そこもしっかり遠藤中心にしっかり見ながら、まあ、前線の選手にボールを渡すのか、はい、中間ポジションの選手を使うのかというところはうまくリズム作りながらだと思いますね。一方の甲府も最終ラインでここ5人が揃っています。まあ、いいと思いますね。間を通しました。山本康介から右、中にルキアンと山田もいますが奪いました甲府。そして取り替え、大津のプレスがファウルとなります。前と後ろのアクションというのが揃わないと、はい、今みたいに前線の選手は行くけども中間ポジションで受けられる、運ばれるということが出てきますから、まあ、先ほども言いましたけどやっぱりこうボールホルダーにしっかりプレッシャーでいくところと、まあ、近い選手がつながっていく、はい、まあ、しっかりそこは甲府の方は必要でしょうね、うん、まあ、これは岩田の方にも言えることだと思いますけど、まあ、同じフォーメーションシステムは導入しているんですが、その切り替え、そしてマークの仕方などはもちろん特徴が出るわけで、ズレ、ねはい、まあの作り方が少し違うんで、はい、まあ、今のは少し遠藤が少し荒いのところに覗きに行ってますけども、まあ、そうなった時の、まあ、遠藤の背中に取り替えが入ってくる、ここのところですね、はい、ワンタッチではたこうとしましたが、はい、ファウルです。である程度規制がかかってたんで、まあ、センターの大井が今食いついて、まあ、ファウルになりましたけども、はい、まあそこまで作っていく必要はあると思いますね、うん、行けば背中っていうところは確実に空いてきますから、はい、だからそこを逃さずにっていうところだと思いますね、はい、まあ、あとはどのように誘導するかでしょうね。誘導、はい、先ほどのメンデスっていうところと取り替えの話しましたけども、どっち側に持たせてどっち側に運ばせるかっていうところも、まあ、一つ、まあ、岩田側の守備の方のポイントにもなるかもしれないですね。そうですね、関口がすぐに奪い返していきました。甲府でいうと、まあ、左サイドの泉さんはすごくストロングだと思うんですけども、はい、まあ、このゲームなんかは、まあ、やっぱり、まあ、岩田の左サイドの背後っていうところをすごく徹底して狙ってますから、はい、まあ、そういう意味では前節 の中断前の岩田と山形のところのスカウティングっていうところをしっかりする、はい、まあ、後ろのラインが揃いにくいっていうところは、はい、ゴールホルダーにプレッシャーがかからなければ、まあ、シンプルに背後取るよっていうところは見せてますよね。なるほど。で右で作って左っていうところもありますから、はい、そうすると、まあ、甲府のストロングといわれるここ泉沢がより仕事をしやすくなってくるわけなんですね。はいはい、まあ、その通りだと思います。広がってラインを背負ったところに1対1勝負っていうところは、まあ、彼の得意なんですけども、そうですね、まあ、そこに引っ張られすぎると今みたいなこうラインが開くんですよね、中央のところが、はい、泉さんに気を取られると周りの選手のこうプレッシングの位置と場所っていうところで少し空間が生まれたりするとリラのコース、パスコースも開きますから、まあ、少し前になりますけど取り替えのシュートというのはまさしくそうでした。あ、そうですね、泉さんに少し引っ張れたところの空いた空間に縦パスが入ると、はい、まあ、ここまではスムーズに作れますもんね。そうですね、はい、サイドを変えました。ここにその取り替え、体をガツンと当てていきました。前から少しプレッシングがかからないで、規制がかからないでハーフエリアまたがれた時というのは岩田の方は5と4でしっかり、ま、ブロック作りますよね、はい、だそうすると新井がルキアの背中に入って、まあ、2センターになってうまくこうボールを運ぶとか出し入れするとか、はい、そこまでは作れてますね。甲府のここまで この可変フォーメーションと言われるもので、新井がそういった高いポジションを取って、まあ そこを起点にするというのが、はい、ここまでの特徴となっています。岩田の方はそこをどういうふうに消すかでしょうね。今その新井とルキアンが並んで裏を取るような格好を見せましたが、入れ替わってボールを奪いました山本康介。まあ、それでもまだ1回だけかな、懐に入れられたのは、はい、遠藤裏に通った大津上がってきてシュートだー。
ナイスキーパーですね。よく触りました、まあ、本当に瞬間的に空いたところですよね、遠藤からね、はい、ああいうところ逃さないですよね。そうですね、だから少しでも時間与えると今みたいなスルーボール入ってきますから、だから後ろに人はいるけども遠藤をフリーにすると今みたいなことが起きるってことですよね、うん、少しの隙間というところを通すパスを持っているこの遠藤です。まあ、少し人と見てる場所が違いますし、そうですか、はい、パスのレンジも広いですから、だから甲府の選手たちは気をつけたいですね。そうですね、ここはオフサイドです。だ少し甲府がボールを握っている時間が長かったりとか、まあ、岩田の方が構えている時間が長い時もそうなんですけども、はい、浮いて今のももらう場所が非常にいいのでね、もう本当決定的なチャンスでしたね、これ ね、 ね、得点になってもおかしくなかったと思います。ルキアン飛び込んでいって最後はキーパー川田が体を張りました。前が空いています。竹谷さん、よしきあそこまで落とす、張っていた泉沢、中に野津田の姿もありますが、荒木のクロス落として味方にはつながりませんでした。まあ、広げて横で幅で時間を作って内側から潜ってきましたね、はい、そうですね、で最後は得意の左足クロスまでと、はい、惜しかったと思いますね。関口が浮き出します。ここもその相手の最終ラインの横を狙われましたね、はい、まあ、そこを見る選手とランニングする選手がいるのであれば、はい、まあ、そこを徹底的に狙うというところですね、まあ、そうすることによって、まあ、岩田の最終ラインを引っ張って、はい、まあ、自分たちが一番使いたいこう最終ラインと2列目の間バイタルエリアを使えますから、まあ、そういう作業も必要ですね。パスを奪います。野津田縦パス通ってシュートまで行きますがフラッグが上がりました。惜しかったですね、泉沢の裏抜けでした、はい、ただその前の守備というのもはめに行く形でしたね、はい、そうですね、奪い方も非常に良かったんじゃないですかね。まあ、今みたいなプレーも一つ狙いだと思いますね、はい、まあ、奪って早くというですね。試合の開始頃佐藤さんもお話にありましたが、前線の3人がいかに規制をかけるか、はい、そういったことが形になりました。ただここはルキアン、新井の対応です。そして真ん中に入っていた鳥貝、自ら運んで関口、まあ、鳥貝は本当瞬間的に開くあの効果的なこう空間見つけながらボール受けれますよね、これなかなか相手としても捕まえにくい選手ですか。そうですね、はい、まあ、常に意識してあると思いますね、捕まりにくいポジションは。こういうところですね、はい、まあ、今のは少し背後のランニング、はい、そこから落ちてくるとか。あ、すぐに奪い返しに行きました甲府、まずは背後というところで相手が引っ張られるん で、はい、でそこから動き止めずにもう一回足元降りてくる、はい、そうすると疲れてるんですけどボールは受けれます。なるほど、泉沢、21分が経過です。この時間なかなか岩田は前線にボールが送れなくなってきました。そうですね、まあ、ルキアンのところでどれだけボールが収まるかというところはあると思いますから、はい、まあ、興奮の面ですと浦上というところ構えたところのルキアンに対してはしっかり対応はできているんじゃないですかね、うん、までのその中断期間できっとこのルキアン対策というのはあったかもしれません。まあ、ルキアンに対して後ろの甲府の面ですと浦上のところで数的有利を作りながらハーフエリアにまたいできますから、はい、で5と4で構えたところ、はい、まあ、基本的にボールは入ってくるんで、懐に入ってくれば構えたところであればしっかり浮かさないでアプローチしていく、あとは今みたいな泉様のランニングとか鳥海のランニングも含めて関口もそうですけど、まあ、しっかり最終ラインが
まあ、ついていくということは大事になってきますね、うん。ここに遠藤が行きます。縦パス刺して泉沢、自ら運んでいく、近く使って野津田、荒木とのコンビネーション、取り替え、足元セカンドボールというところでイエローカードです。荒井です、ね、荒井に対してのイエローカード。まあ、足の裏を見せて、そうですね、少し足首を買ったってことでしょうね。はい、この荒井にイエローカード1枚目、ただ通算では5枚目のイエローカードとなります、今シーズンの荒井です。今とも今すぐ入れ替えてカウンターという狙いもあったでしょうが、そうですね、はい、ああいうところで入れ替わると一気にスピードアップしますし、はい、まあ、裏返すこともできると思いますけども、松本、山本範道、武器はワンタッチ、松本キープ、ここに大津、中ルキアンがいる、ルキアンの頭上下げて遠藤、裏に送りますがボールキープ、ルキアン、ジャストミートせず、あ、良い攻撃でしたけど ね、 そうですね、まあ、やっぱり遠藤からですよね、はい、まあ、少し態度変わったサイドチェンジから始まりましたけど、はい、やっぱり自分たちでしっかり時間作りながら動かして、まあ、遠藤が顔を上げた瞬間というのは、まあ、いろんなところ見えてますから、周りの選手たちも立ち位置取りやすいですし、そこからスイッチが入ってボールは動き出しますから、まあ、良い攻撃でしたね。そうですね、山田から裏を通ったパスはラインを割ります。まあ、あとは先ほども言いましたが、やっぱりルキアン、頂点のルキアンにどれだけいい形でボールを渡してあげるかというところですよね、はい、まあ、そうすることによってシャドウの打つと山田のポジションも変わってきますからね、これも優しいパスですけどね、うん、まあ、対応したの泉沢ですかね、まあ、少し薄すぎましたかね、ルキアン当たるのがね。ジャストミートはしませんでしたが、ただ決定機を作りました岩田です。やはりこの遠藤からの組み立て、その遠藤後ろからビリアンギラ、甲府がマイボールにしました。まあ、逆に甲府の方は遠藤がボール持ったところ、そこを奪ってから速い攻めっていうのは一つ狙ってると思いますから、はい、だからボールを取るのはすごく難しいことなんですけど、まあ、そこも捨ててはいけないですね。だから彼から配球されるのであれば、そこをしっかりと抑えるということですね、はい。この山本康介も非常にいいボールを中に入れられる選手ですから、中盤のこの自由を岩田はなんとか作りたいところ、一方の甲府はそこに規制をいかにかけられるか、はい、ショートパスをつないでじりじりと攻めていきます。ルキアン、ゴール前、うん、川田が掴んでいます。前が空いています。野沢が持ち上がります。まあ、大外一気に泉さんのところ使っても面白かったですけどね。ここはもう一度最終ラインから作り直そうというコープ、そこにルキアンも規制をかけつつ縦パス出しました。しかし2人3人でマイボールにした岩田、そして遠藤からのボール、ルキアンと村上のマッチアップでした。だ、甲府の攻撃切り替わった瞬間の攻撃のところからウィングバックが高いポジションを取って、はい、まあ、3バックの脇っていうところをルキアン狙いましたけど、はい、ああいうところの入れ替わりっていうのは少し甲府の方は気をつけたいですよね、うん。ここで飲水タイムを迎えます。26分7分少々が過ぎたところなんですが、佐藤さん、改めてここまでどんな印象でしょうか。まあ、お互いの良さっていうのは出てると思いますね、はい、まあ、基本的にはボールをしっかり握りながら前進したい
同士のチームなので、まあ、その中であと頂点の、まあ、甲府でしたらリーダー、まあ、岩田の方はルキアンをどういうふうにいい形で使うかというところの背後と手前のバランスも取って攻めてますし、まあ、決定的な場面は岩田の方が作ってるかな、うん、これは先ほどの縦パスの場面ですね、はい、いい形で入っていい距離感でサポートに入ってシュートまでと惜しかったですよね。まあ、これは遠藤からのスルーボールですけどいい形でオツが抜けて、まあ、少し最後ボールが浮いてたのでギリギリまでルキアンはボールの軌道を見ながら足出したと思うんですけど、はい、惜しかったですね。まあ、川田もよく反応しました、はい、あと一つありましたよね横からね。そうですね、はい、遠藤が起点になったところからルキアンはシュート数がこの試合までに52本、これリーグ3位の数字、シュート決定率は 23.1%、 うち枠内率は 51.9% という数字を出しているルキアンです。得点ランキング単独トップの12ゴールをマークしているルキアンです。支配率は甲府が 55%、 岩田が 45%、 シュート数は同数3本ずつとなっています。岩田のスローインで再開します。そのルキアン背負いながら落とします。回収した遠藤、優しく上げて大津、まだキープ、深い位置からのスローインに変わります。まあ、あまり食いつきすぎるとやっぱ外されるし、はい、距離空けすぎると出されるしというところでやっぱなかなかこう深いところの対応というのは難しいですよね。そうですね、下げてここに遠藤です。大きくサイドを変えます。この間に甲府はラインをスーッと上げますがその裏をもう一度狙い直します。岩田、ルキアン入れ替わってボールキープ、中にエンドもいますが足元のクロスは対応です。ここから出たいですね甲府は。早く前は3対3の状況が出来上がっています。ウィリアン・リダが斜めの動き、うん、そのボールが出るがしかしここはオフサイド、はい、少し合いませんでしたね、はい、もう一個前のタイミングでリダも欲しかったですかね、はい、今ぐらい深いところでボール奪ってからやっぱり早く運ぶとかってことが大事になってきますよね、はい、あとリラの動き出し一発で背後は取れると思いますから、はい、今は少し合いませんでしたけども、まあ、狙いは悪くなかったと思いますね、うん、両トップが裏を狙い合うようなこの前半となっています、うん、今のもそうですよね、はい、まあ、一番可能性ある選手を近い選手をこう使うっていう意識は両チームとも持っていますから、そこにいいボールがしっかり入ってくると、まあ、一気に裏がいますし得点の匂いはしてきますよね。そうですね、やはりこの守備から攻撃への切り替えというのがこのゲームのポイントになりそうな、いや大事ですね、はい、その匂いしますね。なかなかこう構えた相手をこう崩す懐を入れる、はい、なかなか難しいですよね。まあ、共に 3-4 のブロックからこう5バックのような形にもなりますので隙間がなかなか見出せない状況。今一つ奪われましたけど、はい、スイッチが入ります。リラが自らポジションの中に取りますが関口外へ持ち出して右足クロス当たって泉沢の頭上、中取り替えとリラもいますが野津田がフォローに行く。荒木ダイレクト遠いサイドで関口折り返し、荒井がこの高いポジション、足元のボールは味方には合いません。今の一連いかがだったでしょうか。まあ、そうですね、まあ、やっぱり求められるのはやっぱり最後のクロスの質とかね、中の入り方というところなので、そこが点と点で合ってこないとなかなかやっぱり得点は生まれないので、はい、だそこの一つ手前のところまで行けてるんでね、まあ、続けることでしょうね。荒木です。そして泉沢、引き切らずに上げてリラの前、まあ、岩田の方も泉沢にボールが入った時っていうのは相当引っ張られますから、はい、まあ、今のも3人ぐらいこう反応してますからね、うん、だからボールから遠いところの選手がいかにいい形でこう相手のこう背後を取ったりとか、はい、まあ、ランニングしてあげるかで今のは斜めからこうクロス入れましたけど、まあ、可能性は感じますね。また遠藤が裏を狙うボール、山本康介、山田も中にポジションを取り直しています。
大津がこの場所フリーセス一度下げました。鈴木とのパス交換、杉雄と押し込んだところからやっぱり3バックの脇の鈴木優斗が攻撃参加してなおかつクロスとかドリブルで割ってくるとか、はい、いいボールも配球できますから、まあ、一つ岩田の良さでもあるんですね。その回数っていうのを増やしたいですよね。そうですね。その中で今小川が倒されて小川大輝が倒されてのフリーキック獲得は岩田です。大事にしたいですね岩田も。そうですね。まもなく33分というところです。この前半ここまで0対0。山本のり道も非常に高さのあるヘディングが持ち味の選手です。ちょうど中央あたり中に流れ込んでいってその上ヘディング折り返し、うん、山本のり道ターゲットになっていました、はい。まあ、ゾーンで守ってますから大外ですよね、はい、少しゾーンの相手に対するゾーンで守っている甲府からすると泣きどころであると思うんで、うん、キープしてマイボール甲府ボールです。ここは空いてきますよね。そのスペースを使ってその泉さんにボールが渡りました、はい、関口、うん、その前です。もう一山でしたけどね、よく見てました ね、 ね、距離はかなりあったんですがアドバンテージ見て岩田です。山本浩介がルキアン左サイドに流れていました。相手のプレスをここで受ける形になりました。すぐに奪い返しに行きたい岩田ですがそのスペースを使った今度は甲府です。関口シンプルに上げてリラその頭上を越えました。ワイドを狙ったボールとなりました。今岩田のその戻りがまだ作りきれてないような状況ですぐ上げていった形になりました。その一つ前の岩田のボールの動かしから始まったじゃないですか、はい、しっかりライン間に入った選手にどういうふうにボールを渡してあげるのか構えたところっていうのは強いですよ ね、 そうですね。入ってくるボールに対しては、はい、だからいかに、まあ、懐に入れてあげるかともう何回も背後というところは話しましたけど、はい、まあ、引っ張る選手と手前っていうところは作りたいですよね。間を通してワンタッチ側が上がっていきます。かわして先にメンデスが触れました。結構な距離を一人で運びました。いや彼の良さですから、もう前が空いたらどんどん勝負すると、まあ、今日ももう何回かクロス上げてますけどね。そうですね。ここも深い位置抜き合う反転上げてシュートは松本松本雅也差し込みました。先制岩田シンプルなクロスに足元で合わせた松本雅也。その前のルキアンの判定も素晴らしいものがありました。先制はアウェーの岩田です。このシーン、まあ、やはりメンデスのところとルキアンの力関係のところですよね。ボックスの中で振り向いて速いボール逆サイドの松本雅也、まあ、見事でしたね、まあ、今日背後っていう話は何回もしてるんですけど、まあ、対ルキアンというところで少し後手に回ってたので、まあ、背後も取られる足元のところもここもまさしくそうですよね。やっぱりボックスの中で懐に入るとなかなかタイトにいけないですよ。 PK もありますから。そうですね。だからそこを見逃さずにしっかり渡した岩田の緻密さとで逆サイド、まあ、背中からしっかりと大外から入ってきた松本雅也のうまさ、だからこれしっかり岩田の方が作ってきたところじゃないですか。そうですね、は
3週間で準備してきた岩田、それをきちんと形にしました。岩田が先制、松本雅也は今シーズン4点目が生まれました。今ぐらい高いところにライン設定している時のルキアンの懐に入っちゃうボールというところはタイトにいけるんですけど、先ほど得点になったところのボックスの中というのはなかなかいけないですよ。なるほど、足出せないですし、出して PK もありますし、はい、だそういう意味ではさすがでしたね。そうですね、その先制の松本からルキアン目指したボールは先に新井が触れます。もう一度松本のところにボールが入ってきました。いつ誰にどのタイミングでボールを渡すかというところはしっかり計算された、良い攻撃だったですし、はい、そこはしっかりと実ったゴールでしたね。岩田の方はさすがです。しっかりと完結させました。前半のうちに1点リード岩田です。だ少し消えてる時間は多かったんですけども、一発あるんですよやっぱりルキアンね。そうですね、あとは少し甲府の方がボールを握る時間も長いと、だいかに自分たちが攻めている時の後ろのリスクマネージメント、リスクヘッジっていうのは必要かっていうのはまざまざと見せつけられましたね。はい、先制したゲームはここまでまだ無敗という今シーズンの岩田、やはりこの試合も先制点、縦パス横に振って大津、その松本、先制点の松本上げ直してセカンド、もう一度岩田です。縦パス入った、オフサイドはありません。エンド、もう一度上げ直し、胸で落とした大津、松本も入ってくる、笛が吹かれます。やっぱり前向いたら、先ほどのスルーボールもそうですけど、今のアウトサイドのエンドのパスもそうですけどね、はい、嫌なところ見てますし、そうですね、はい、長いボールだけではなく短いボールでもシンプルに相手の頭上を起こすような、そんなボールを入れてきます。1点ビハインドになったのはホームの甲府です。ゴール前に迫っていく回数はいくつかあったんですが、そこまで決定的な形はまだ見出せていないホームの甲府、そんなにこうルキアン、大津、山田のところでなんか効果的なセッションがあったかというとそうでもないんですけど、でもやっぱり一発あるんですよ。そうなんですね、ここの能力高いので、ここもそのルキアンがラインブレイクを狙います。中に大津もいる、ややボールは長くなりました。松本が拾います。乗り道、遠藤、この時間帯遠藤のところにボールが少しずつ集まってくるようになりましたもんね、やはりボールが落ち着きますね、はい、一つ一つのパスにメッセージがありますから、はい、ただ下げるだけじゃなく横に逃げるだけじゃなく、はい、チームとしてのリズムを彼のパスで立ち位置決めながら前の選手も動いてますから、そうですね、またこの時間帯は得点取ってから岩田の時間になってきましたね、はい、ルキアが手を挙げる、ゴール前流れていって、松本雅也も詰めていきましたが先に甲府がクリアです。少し先にキーパーに触られましたけど、やっぱりあそこの高いところからの小川のクロスの精度って非常に高いですし、そこに対してボックスの中に必ず3枚4枚入ってきますから、はい、迫力はありますね、はい、37分に岩田が先制、松本雅也のゴール、その先制点が生まれたからまたリズムが一段と良くなってきた岩田です。ワンタッチ山田、山本浩介、中見たカットにしてきてクロス、ルキアの前、まだボール残っていますがここで終わりました。今のも得点になってもおかしくないですね。そうですね、はい、今日横からのクロス3回目ですけど、岩田の選手たちもしっかり見れてますし、ここも一緒ですよね、ボックスの中なかなかこうタイトにいけないと、低い速いボールですけど、これクロス上げたの3バックの右の鈴木優斗じゃないですか。そうですね、はい、ボールサイドでしっかり人数かけれてる証拠ですし、はい、甲府からするとやっぱりこう捕まえづらいです、はい、最終ラインの選手も積極的な攻撃参加、その中で奪った岩田のコーナーキックです。追加点なるか、
空いてきてゴール前、松本拾います、上げ直してもう一度遠藤ダイレクト、後ろから大津シュート、あーよく見せた、ジャストミートはしませんでした。今度はルキアンです、中に枚数は4枚いました。松本ワンタッチ、まあ、少し甲府の方はボールに行けなくなってきましたね。で行くとその背中外されるし、はい、自分の行ったところの背中必ず使われるっていう現象、こういうところですね、はい、山田がその空いたところをついていきました。そして再びコーナーキック、今の後ろの岩田のボール回しなんかっていうのは少し人数かけながら、甲府の食いついてきた背中取ったの山本のり道ですから、はい、まあ、しっかり5レーンあるとすれば同じレーンに人が立たないというね、まあ、そのあたりも整備されながらできてますよね。非常に選択肢ができるわけですね、はい、近いところを使います。遠藤ダイレクト、遠いサイドでルキアンヘッド、うん、折り返しか中へのボールとなりましたが、ここはキーパーの川田です。一気に狙ったロングボール、泉沢がその裏を一気に取ろうとしましたが、まあ、対応したのは山本康介ですね、はい、切り替わった瞬間の背後っていうのはチームとしての少しこう課題もありますから、はい、まあ、そういうところはしっかり抜け目なくやってるんじゃないですかね、まあ、リスク管理とその攻撃に厚みを出すという岩田のそれまでの良さもきちんと融合してこの試合臨んでいるわけですね、はい、ゴーフボールです。44分経過、1点リードはアウェーの岩田です。だ今のランニングしてくれるの大きいですよね、ルキアンがね、あれで10メートル15メートルぐらい甲府の最終ライン引っ張られますから、はい、だからそうなると2列目の自分たちの頭を超えた選手たちはプレスバックしなきゃいけないですし、であそこでルキアンがキープしてくれると岩田の選手たちは前向きでサポートに入れると、はい、まあ、甲府の選手からすると自分のゴールに向かって守備っていうのは少し難しさが出てきますから、はい、まあ、少し時間も効果的に作られるし背後のランニングもあるし、でサイドのところで3バックの脇の選手が出てきてセッションされるし、まあ、点が入ってから少しずつやっぱり岩田がやりたいことができてるんですかね、はい、ルキアンは立ち上がりました。なおこちらの試合ではリモート応援を実施しています。詳しくはヴァンフォーレ甲府のホームページリモート応援参加用ページにアクセスして応援するクラブを選択してご参加ください。アディショナルタイムは2分の表示です。甲府のウィリアン・リラ、まあ、前線でこの前半の中盤あたりではボックス内での存在感、そういったところを見せていたんですが、この終盤にかけてはまだボールに触れる回数が増やせていません。 そうですね、はい、そこを狙いたい甲府。アディショナルタイム3分の表示に変わっています。いつもならもう少しボール触れるんですけどね、横に流れてとか、はい、起点作るとかで2列目の選手の時間を作ってあげるとか、なかなかこういい形入らないですね、まあ、ここまで2回3回ぐらいですかね、はい、まあ、メンデスからの縦パスのところと、あとは切り替わった瞬間の新井が運んだところの背後オフサイドになった場面と、あまりいい形で自分が欲しいタイミングでボールはもらえてないですね。おっと、お裏を取った大津です。ダイレクトを上げたルキアン、落として小川大輝、下げます、山本康介狙っていった、うん、フィニッシュまで持ち込みました。まあ良いテンポでしたね、はい、先ほど甲府のリラの話にはなったんですが、その回数をこれ増やしていくためにはどういったところですかね、甲府は。まあ、自分たちの時間を作るということもそうですし、まあ、あとは少し後ろでボール持った時の前線の選手の動きが止まってるっていうのもありますから。なるほど、やっぱり背後にランニングする選手と手前に落ちてくる選手というところ、出し手と受けて3人目みたいなところをやっぱり作るためにはそこのセッションは必要だと思いますね。なるほど、はい、どうしても孤立してしまうわけですからね、はい、
隙間を通した。ここ使われるんですよね、今山田の場所ね。はい、そして裏に足して小川、うん、クロスではワインを待っています。だそれはなぜかというと泉さんのポジションだと思うんですよ。なるほど、はい、少し攻め残りしているところがあるので、まあ、そこを逃さず岩田の方の、まあ、山田がしっかり背中を取ってるんですけど、はい、だ横ずれで対応はできるんですけども、ボール持ったところ、岩田のボール持った選手がやっぱり顔時間上げる時間長いと、はい、やっぱり5と4のブロックをしっかり作れないとあそこの隙間空いてきますよね、はい。まあ、前半も泉沢が少し戻りきれないところに山田が顔を出して縦パスが入って運ぶとか振り向くっていうところすごくありますから、まあ、そうどういうふうに考えるかでしょうね。うん、そういったあたり、この間もなくアディショナルタイム3分台突入するわけなんですが、岩田の方は後ろで少し時間ができている時の山田なんかは相当意識していると思います、ね。はい、なるほど。ちょうど野津田のまあ、背中のところと今立っている場所ですね、はい、泉沢と間のところ、ラインを割ったところで前半終了のホイッスル、先制したのは岩田でした。改めこの前半を振り返ってみてください。だ試合の入りのところは甲府もすごく良かったと思うんですけども、はい、やっぱ1点取ることによって、ま、岩田がやりたいことをやり始めてきたなと、うん、だ一人一人のパワー感出してきて少し押し込む時間、チャンスの数も作ってますから、はい、まあ、後半も注目したいなと思いますね。甲府と岩田の一戦、1対0で岩田リード、現在ハーフタイムを迎えています。ここで J リーグ公式アプリクラブ J リーグのお知らせです。この後のスタッツに表示される QR コードを読み取るとアプリをダウンロードできます。アプリ内でリモートチェックインをしてメダルを集め限定キャンペーンに参加しましょう。 J リーグをもっと楽しめる機能が満載のクラブ J リーグをぜひダウンロードしてみてください。では両チームの前半をデータで振り返ります。シュート数は岩田が7本、甲府が3本、こういった数字が出ました。
支配率は岩田 54% の甲府 46%、 どんな印象ですか。まあ、甲府の方もしっかりボールは握れたと思いますし、まあ、どういうふうに前進するのかと、懐入るのか背後取るかというところは用意してきたところは何回か出てましたよね、はい、逆に岩田の方もそうだと思いますね、うん、相手のストロングポイントをどういうふうに消しながら自分たちの良さを出すかというところのせめぎ合いだと思うんですけども、はい、まあ、先に点を取ったのは岩田でしたから、はい、まあ、この今度後半はね、甲府の方はやっぱり点を取りに来ないといけないですから、そうですね、自分たちが攻めているところのリスクマネジメントもしっかりやらないといけないですし、はい、まあ、岩田の方は前に出てきてくれれば背後が空けばまた頂点にルキアのランニングも生きてきますから、うん、まあ、動かすところと、まあ、地高のところと速い攻めのバランスっていうのを出してくると思いますから、はい、見事ありますよね、おそらくね。そうですね。続いて支配率 54% 対 46%、 プレーエリアは中央が 48%、 ただそこから一気にゴール前というシーンがいくつかありましたね。そうですね、はい、ミドルサードのところのやっぱ攻めぎ合い、まあ、大事なゲームになってきますから、球際の攻防とかセカンドボールどっち拾うかというところは色濃くできていると思いますし、はい、まあ、前半の途中は甲府の方がおそらくボール握るパーセンテージが高かったと思いますけども、ええ、まあ、やはり点を取ってからは少し岩田の方が効果的にやっぱり握るとか出ていくという回数が増えて、はい、まあ、ゲームは試合してたかなと思いますね、うん、エンド中心にね、まあ、その辺の戦い方はやっぱりさすがだなと思いました、はい、続いて甲府の平均ポジションをご覧いただいております。泉沢が左でちょっと距離が空いてるかなという印象があるんですが、まあ、そうですね、はい、攻めの時はやっぱり彼の一番の良さっていうのは張って勝負なん でそこにボールが来なかった時に、まあ、しっかり守備のオーガナイズ組む時にボランチの脇をどうやって埋めるかというところの課題は出てましたし、はい、そこを山田に使われてやっぱりこうハーフスペース使われるという場面もありましたから、そこをどういうふうに考えるかでしょうね、前節なんかはもう中央を固めるために後半は、まあ、5-3-2 みたいな形で中固めてきましたから、はい、だからおそらくこう立ち位置の変化も含めてちょっと後半しっかり見たいなと思います。一方の岩田です、まあ、ルキアが非常に高い位置、はい、ここでしっかりと勝負をしていたわけですね。そうですね、背後のランニング質の高いランニングとあと懐のところ得点になったところまさしくそうですよね、はい、だボックスの中ではもう何回も言いましたけど簡単に足出せませんよね、うん、ああなった時のメンデスの力関係というのも出ましたし、まあ、さすがでしたね、はい、だそこにボールを渡す外すまた入れ込んで最後松本さん、まあ、点の取り方っていうのはもう多彩でしたね、はい、甲府のアタッキングサイドは右肩上がり 50% が右サイドから、まあ、もちろんこれ岩田のスカウティングがあっての数字かもしれませんが、いやもちろんそれもそうですし、まあ、自分たちのウィークのところ使われるところもあったんですけども、泉さんの左サイドをどうやって消すかというところと、はい、まあ、右サイドのところに少し誘導しながらっていうところの考えもありますし、こちらが岩田です。右が 48%、 左が 36% という数字が出ています。まあ、鈴木優斗のところと小川のところ、あと遠藤もそうですし、まあ、山田、まあ、そこのセッションする回数も非常に多かったですし、はい、まあ、あとはやっぱりメンデスの背後というところは相当意識しているかなというところは色濃く出てたと思いますね、はい、チームとして共有しているところだと思います。山梨県内の宝くじ売り場または宝くじ公式サイトでお買い求めください。では前半のハイライトをご覧いただきます。5位甲府、2位岩田の一戦をお送りしています。まずは7分、甲府のビルドアップから最後は取り替えのシュートシーンがここから生まれました。少し隙間が空いたところ縦パスを入れ込んで、まあ、いい距離感で取り替えでシュートまで、ここは惜しかったですね、はい、後ろで少し自由があって運べると今みたいな縦パスは入ると思うんですけども、まあ、これだけでしたね、でも形ね、はい、前半はね打ち込めた形は。そうですね、はい、続いて18分です。山本康介から遠藤、遠藤から大津、ここも得点になってもおかしくなかったですね。少し後ろで段差作りながらプレッシャー回避して、はい、後ろに枚数はいるんですけどうまく間を走って大津がクロスまで、少しボールが浮いてたので、はい、まあ、最後まで目線外さずにルキアンはボールの軌道を見てたと思うんですけども、おそらく少し不規則な変化したんだと思います、うん、まあ、あとはナイスキーパーですね、よく触りました、そして24分のシーンです。遠藤からのパスからのビルドアップとなりました、まあ、優しいパスからですね、はい、あ、ここは少しフォア幅が合いませんでしたかね、うん、思ったより速いボールが来たんだと思いますね、まあ、この遠藤のパスはさすがです。そうですね、最後対応したのは荒木かな、すいません試合中
して37分のこちら先制シーンです、うん、そうですね、スローインからですよね、見事でしたね、体の強さと、まあ、しなやかさと、まあ、ボックスの中入れられるとやっぱりファールはできないと、まあ、振り向いたところから速いボールに対して大外背中からですね、はい、まあ、おそらく関口の背中から入ってきてると思うんですけど、関口からするとしっかりボールも見なきゃいけない、はい、ボールが入った瞬間には松本雅也の動きは見てたと思いますけども、上げられる瞬間うまく逃さずに背中から入りました、はい、見事なゴールです。ではこの試合の注目選手に挙げました、甲府はウィリアン・ギラ、一方の岩田はルキアン、この2人の前半のデータをご覧いただきます。シュート数はやはりルキアンが4本、ギラは1本も打てずという前半でした。そうですね、まあ、ヒートマップ見てもそうですけども、まあ、ギラの方はそんなに背後というところはなかったですし、やっぱり懐のところ1本となかなかいい形でボールが入らなかったと。そうですね、あとルキアンはもう徹底してメンデスとやり合うというところは今日決めてたと思うんですよね、なるほど、まあ、チームとして背後と手前というところを見事にそこを点になりましたから、はい、チームとして準備してきたことは見事にはまったと思いますね。それぞれの狙いがきちんと出た、うん、そんなデータともなりました。あとヒートマップ以上に僕はこうボールがこう入る回数というのを注目したんですけ ど, なるほど、やっぱりルーキアンの方が多かったですよね、はい、以上ここまでの両チームの前半をデータで振り返りました。サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。2021明治安田生命 J2 リーグ第24節、ヴァンフォーレ甲府対ジュビロ磐田の一戦をお送りしています。前半終わって1対0、まあ、前半のうちに磐田の松本雅也の今シーズン4点目が生まれて磐田が先制しました。
さて解説は佐藤祐介さんです。引き続き後半もお願いします。お願いします。まあ、前半はその岩田が準備してきたもの、用意してきたものが形になった、そんな前半となりました。あ、そうですね、はい。後半どんなところをこう両チームしてくるでしょうか。まあ、やっぱりあの自分たちの良さを全面的に出すのもそうなんですけど、まあ、相手の良さというところをしっかり消さないと、はい、なかなかこう懐に入っていけない前半だったので、はい、まあ、そのあたりをどうするかでしょうね、うん。なおこの後半に入るにあたって選手の交代は両チームともないという情報が入りました。岩田は徹底して裏のラインブレイク、そしてサイドからを起点にして松本真彩がクロスに合わせて先制点、まあ、それ以外にも同じようなシーンはいくつかありました。一方の甲府としますと決定的なシュートは鳥海のシュート1本、まあ、それ以外はなかなかゴールに迫る形がうまく見出せませんでした。まあ、一つ手前のところまではね、あのこう作っていけてたと思うんですけど、やっぱ最後のところはなかなかシュートまで受けませんでしたね。そうですね。甲府は直近2試合はクリーンシードとしていたんですが、3試合ぶりの失点を喫しました今日のゲームです。岩田は先制したゲームはここまで未だ無敗、さらに前半戦リードの場合も勝率10割としています今シーズン。エンドが変わって後半が始まりました。左エンドが1点リードアウェーの岩田、右エンドが夏季限定の黒と黄色のストライプのユニフォーム甲府です。佐藤さん、改めてこの後半の立ち上がり、どんなところを注目しましょうか。まあ、岩田は前半同様、自分たちボールをしっかり動かしながら、はい、まあ、時間作って前進していくと。で、最終的にはやっぱり一番前線にいる強みのルキアにいい形でボールを渡していくという作業はやり続けると思いますし、まあ、甲府の方は、まあ、得点取らなければいけないので、はい、前からの意識というところは相当強くなってくると思うので、まあ、早々にも言いましたけど、まあ、プレッシング行くのであれば前と後ろがしっかりとつながらなければいけないと思いますし、はい、まあ、コンパクトさを保ちながらボールを高いところに引っ掛けてのショートカウンターという数も出したいでしょうし、はい、まあ、そういうところがやっぱり色濃く出ないとなかなかこう脅かす場面というのは作れないと思うので。そうですね、はい、まあ、そこはしっかり見たいなと思いますね。まあ、攻撃が単発で終わってしまうと、やはり甲府はそこから岩田にまた自由にさせられてしまうような、はい、そんな形になってしまうんですよね。こういったところでいかに細かくつないで距離感を縮めつつ相手に迫っていけるか。リラーワンタッチ、しかしここも対応に合います。鈴木優斗の対応でした。まあ、そして遠藤は何度も何度も前半のうちに非常に佐藤さんから言わせればメッセージのあるパスを多く供給していたんですね。はい、の後半もそういったボールが出るか。小川大輝追いつきます。オフサイドなし。メンデスが1対1で立ち塞がりますが、その後ろから斜めのボールが入りますが、回収したのは甲府の鳥海。大きく前が空いています。飛び出してきた山本則道、素晴らしい対応だ。いい出だしでしたね。まあ、今の外されて逆サイドというところを持ってこられると、小川大輝が高いポジションを取ってましたから、はい、まあ、甲府の選手たちも一つ見えてたと思いますけど、だそう切り替わった瞬間の3バックの脇っていうのは使えそうな感じはしますよね。大津、松本に預けて山田の上、かわして泉沢がようやく抑えます。ドリブルに非常に定評のある泉沢、シンプルに裏を使って自ら中に入り込みました。荒木、野津田、取り替え、リラを使ってクロス、足元、泉沢、追いつきました。甲府同点、48分。ボールタッチの回数なかなか増えないといった泉沢、しかしここで一発のチャンスをものにしました。1対1。左から右ですよね。野津田からいいところで取り替え受けて、うまく流れたところリラから大外の泉沢と、この取り替えの受けた場所非常に良かったですし、この動き出しのリラで大外しっかり見てました。流し込むようなラストパス、まあ、泉沢冷静に決めましたよね。
大和田の方は左から中央、中央から右、それがボックスの幅で動かされたので、これ少し目線外されましたね。で最終的には大外、少しボールウォッチャーになったところの背中ですよね。まあ、つかみづらい場所に最後は入ってきましたし、はい、まあ、リラの動き出しも見事でしたね。この後半の入りでいきなりその修正してきたであろう形をものにしました甲府です。まあ良い時間帯に取れましたね甲府はね。そうそうでしたね、はい、まあこれで分からなくなりましたねまたね。はい、試合は振り出しに戻りました。1対1泉沢は今シーズン10点目が生まれました。21節の岡山戦以来3試合ぶりのゴールです。同サイドの荒木、新井を経由してきっかけを作った鳥海、自ら中に持ち込みます。縦パス入ったリラ、リラフィニッシュまではいけず、まあ、一つ今ファールになりましたけど、はい、まあ、そこに至るまでの攻撃で少し道筋見えたと思うんですよね。大和田の方のワントップツーシャドウ、特に大津のところと山田のところが少し高いところから覗いてきた時のボランチの脇から始まってるんですよ、はい、そこで取り替えがうまく受けて、一つ手前のところは荒木が少しインサイドに入って受けましたよね。で遠藤が引っ張られたところの空いた空間、こう斜めにボールが入ってるんで、はい、一つ、まあ、岩田の方からすると気をつけなければいけないですし、まあ、シャドウがやっぱり前がかったところのブランチの脇っていうところだ。甲府の方はそこを意識して人を立たせてるのか準備してきたことなのか、はい、個人の判断でやってるのかっていうところもう少し見てみないとわからないですけど、今のはいい形で空いた空間、瞬間的に空いた空間を使って最終的にはやっぱボックスの幅で斜めにリラに入りましたよね。そうですね、だいい攻撃ができたんじゃないかなと思います。ただ今のプレーでリラは今シーズン1枚目のイエローカードを受けました。だ5と4のところでしっかり構えたところではそんなに問題は生じないんですけど、少し前から規制にかかって特にシャドウのところですよね、そこが前がかったところの背中とボランチの脇っていうところから何かこう道筋は見えたかなという感じはしました。はい、ルキアンの頭上を越えていきました。さてハーフタイム中、甲府の伊藤監督はもっと走って戦うこと、はっきり厳しくプレッシャーをかけること、攻撃は背後へのランニングを増やすこと、そのようにメッセージを送ったようです。まあ、試合早々は何回かありましたけど、はい、まあ、なかなかこう途中から出なくなりましたからね、で後半の早々キックオフした瞬間に背後を取りましたから、そういう意味では選手はしっかり意識してるんじゃないですかね、うん、一番パワーのある爆発的な瞬間をこの後半の立ち上がりに持ってきました。ふわっと浮かせたボールにルキア反応、前ボールにする、中に大津もいますが自ら狙っていきました。相手に当ててコーナーキック獲得です。今みたいのでこれ運ばれてシュートまで行かれますからね。そうですね、はい、手数をかけずともルキアンにボールが収まれば岩田はいきなり決定機というようなシーンが何度も生まれます。そこに渡ってからでは遅いので、渡る前にやっぱりしっかりとした修正は必要でしょうね。そうですね、もう何度も言ってますけど、しっかりボールにしっかりプレッシャーいくということですね。はい、まさしく伊藤監督もそういったメッセージを選手たちに送っています、このハーフタイム。さあコーナーキック、キッカー遠藤です。近いサイドフリックして落ちシュート、決まった。セットプレーの流れ球、大津勇気ダイレクトで合わせてネットを揺らしました。勝ち越し岩田、53分。あっという間に勝ち越しました。もう甲府からするとどうしようもないですよね。インスイングのボール、いいボールが入ったんですけど、ディフレクション弾いたボールですよね。落ち際インステップも見事としか言いようがないですね。はい、まあ、浮いてるんでしっかり目線かボールから目線を外さずにインステップで綺麗に振り抜くと、もうどうしようもないですよねこれね。そうですね、カーターからするとノーチャンス、はい、まあ、大津からするとやっぱり彼の技術の高さを見せつけたスーパーゴールですね。そうですね、見事です。勝ち越し成功、岩田2対1。まあ、しっかり落ち際を我慢してしっかり叩きましたね。あれ簡単なボールでは全くないですからね。いやもう簡単じゃないですね。岩田が勝ち越しに成功、失点直後に岩田が勝ち越しです、2対1。
大津は今シーズン5点目のゴール、6試合ぶりとなります。まあ、その大津も前の得点といいますと18節の甲府戦でした。まあ、そうですね、まあ、甲府キラーとなるかもしれません。うん、まあ、あれもコーナーキックでからでしたね、流れからでしたね、クリアミスのところですね。はい、まあ、良い場所にいましたし、そうですね、まあ、今のゴールでいうともう少しいい場所に少し 前のめりになって入りすぎちゃうパターン多いんですけど、よく我慢して、まあ、難しいゴールでしたよ。タイミングから何から、はい、素晴らしいゴールが生まれました。岩田、大津勇気です。岩田の鈴木監督はハーフタイム中、ビルドアップのタイミングと距離を工夫すること、突破のアクションは非常に良い、精度をさらに上げていこう、そういったメッセージを送り、最後にもう1点取りに行こう、そうやって選手たちを送り出しました。技ありの1点、これが岩田の勝ち越し点となっています。上空やや風が吹き始めてきました。ジットリサイクルインクスタジアム、今岩田が風上、甲府が風下のような状況となっています。松本キープして山本乗り道下げます。まあ、いいところに来ましたね。はい、うまく相手のプレッシングをこう外しながら、はい、まあ、前は広大のスペースが空いている。裏を狙った、シンプルにクロスを上げて、ここは荒木が収めました。ちょっと短くはなりましたが十分枚数は揃っていました。岩田陣内でつなぎますが、ここにプレッシャーに行きます岩田。まあ、切り替えた瞬間は早いですね、岩田のは ね、 ね、やはり甲府陣内で全て完結させようというその狙いがありますかね。はい、だからもちろんそこを剥がしていくと広大なスペースがあるので、まあ、スピードアップもできると思うんですけど、はい、なかなかやっぱりボール持った選手に自由を与えないんでね、時間もらえませんよね。そうですね、はい、一つ判断遅れると囲まれるし、はい、センターバックの中央の新井がセンターサークルからさらに高い位置を取ろうとしています。甲府メンデスも運んで相手陣内、野瀬田、泉沢、外に置きますが、一度フェイクを入れて味方を使って、リラ、野瀬田、もう一度泉沢、上げさせる前にプレスに行きます。山田裕樹、そうですね、だ少し大津がやっぱり前のめりになるので、ボランチのところ今山本コースで少し引っ張り出されましたし、はい、まあ、そうなると遠藤との距離が少し長いですよね、広いですよ ね、 そ う、 ですね、だそうなると岩田の甲府の2列目の選手がその空いた空間に入ってくるとか、はい、何かこうコンビネーションも生まれそうな感じがします。関口ダイレクト、逆サイドで泉沢の前に小川大輝、セカンド回収した荒木、シンプルに入れます。ボックス内からかき出しましたが、このクリアボールをどちらが収めるか、ライン終わって甲府ボールに変わりました。だ甲府の選手たちは瞬間的な空間をどういうふうに見つけ出すかというところは、ブランチの脇というのはおそらく前半のところで、まあ、しっかり意思統一はできていると思うので、はい、まあ、そこにしっかり人を立つとか入れるとか、まあ、今だったら3バックの選手が少し上がってくるとか、はい、関口です。松本とのマッチアップ、関口自らに当たってゴールキックです。まあ、中央を使いながら広げて1対1になったらもう勝負ですから。そうですね、まず唯一の良さもありますからね、まあ、どんどん勝負するべきですね。今みたいな回数というのは増やしたいですよね。はい、だ今のは意図的に作った形だと思うんですよね。ええ、だ何かプレッシングをこう圧力感じて誘導させられて、こう外に外に出された感じではないので、はい、もう何回も言ってるようにこう空いてる空間を瞬間的に見つけながら、うまく人と人とをこのつなげながら広げた場面だと思うんで、はい、甲府の方は続けたいですね。はい、そして甲府の選手交代です。鳥海良樹に代えて長谷川元樹が投入されます。
佐藤さん、今日の取り替えはいかがだったでしょうか。まあ、良い場所で受けてましたし、前半早々のシュートもそうですし、はい、まあ、彼の良さは出てたんじゃないですかね。代わって入りますのが大卒ルーキーの長谷川元樹、今シーズン20試合目の出場となります。ここまで3つのアシストをマークしている長谷川、法政大学からの大卒ルーキーです。先に触れた岩田、小川です。山田、もう一度小川大輝、フォークボールです。長谷川はそのまま取り替えがいたポジションに入って右のシャドウの位置、この位置に入っています。だ少し広げたところから2列目の少しばらつきが岩田の方もあったりすると、今リラのところ斜めに入りそうなんですけどね、ボールね、まあ、今のは合わなかったですけど、はい、あ、そして裏返した、ルキアン抜け出す、持ち出してシュート、よく対応しましたね。メンデスが足に当てました、はい、まあ、今のが怖いですね。そうですね、はい、今ほぼ岩田の選手は自陣に帰っていたんですが、はい、まあ、それボールをしっかり渡せるってことも大きいですし、そうですね、まあ、少し押し込まれた中でもあそこをしっかり見れてるってことですよね。はい、遠藤、ルキアン、反転、十分前線で時間を作ることができます。簡単に蹴らずに甲府は内側からビルドアップ、まあ、うまく剥がしましたね、はい、そして代わって入った長谷川は前にスペースがあります。山本範道それを睨いますが、外にボールを出した甲府、関口、まあ、少し早くやりきりたかったですね。そうですね、時間かかって、はい、しまいましたね、まあ、こうなると岩田の方もしっかりと、まあ、陣形整いますから、はい、泉沢、メンデスはそのままクロスの対応で中に入っていきます。上げてリラの上、まあ、面白いですけどね、関口に合えばというところ、はい、今のも縦突破があるから、まあ、小川からすると対応して簡単にこう食いつけないですよね。なるほど、はい、で少し垂らしながらインスイングで入れてきましたけど、はい、まあ、一つ彼の良さですよね。そうですね、はい、まあ、あとはこう回数、今みたいな場面を甲府の方がたくさん作って1対1の勝負、縦突破クロスまでっていうのが出てくると、はい、まあ、可能性がある攻撃は出てきますね、うん、あと荒井を抜きました。ルキアン、ディフェンダー2枚、右足シュート、物ともせずにフィニッシュまで持ち込みます、まあ、これがあるんですよね、もう何回も言いますけど、まあ、運んで最終的に甲府の選手4枚5枚くらいいましたけどね。そうでしたね、はい、まあ、ドリブルのコース取りも非常に上手ですし、最後は少し右足でこう持ち直して巻いた、ま、あの大外狙ったシュートだと思うんですけど、ちょっとコントロールするぐらいの余裕もありましたね、はい、これが得点ランクトップのルキアン、だ決していい状態ではもらってないんですけど、はい、またいで振り向くとか、まあ、力強さとうまさというところをしっかり兼ね備えてますよね。そうですね、はい、支配率はここまで五分五分、シュート数は岩田が10本と上回っています。まあ、この時間帯何回3回ぐらいこう切り替えた瞬間のルキアンというのはありますけど、そうですね、甲府の方は1点早く取りたいんですけども、はい、もう何回も言いますけど、やっぱりリスクマネジメントをルキアン自由にしないということは大事ですよね。まあ、ちょっとでもその守備がおろそかになった瞬間にロングボールが一発でルキアン、そんなシーンがこの試合何度も出ています。ただ深い位置で獲得した甲府のスローイン、荒木はロングスローもある選手です。あ、これ入れてくるかもしれませんね。タオルでボールを引きます。甲府サポーターからは大きな手拍子。高さのあるメンデスは190センチ近くを使います。左足で上げ直した、それていくボール、浦上落として
ギラへ触れられればというところでした。よく残しましたけどね。はい、センターバックの右に入っている浦上が残しました。浦上は今日16試合目の出場。その浦上です。ここはボールを甲府が支配する時間帯、短いパスを使って中に入れましたがすぐさま回収した岩田。小川大輝、鈴木優斗が下げて大井健太郎、縦パス遠藤リターン、山本範道はもう一度遠藤を使います。そして空いたところ山田がそこで前を向けます。開いていた大津、右に小川大輝上がっていきます。その小川大輝クロスを入れる、ちょっと精度は欠きましたが、遠藤のところにはどうしてもやっぱり自由を与えたくないので、はい、先ほど言ったら野沢と野津田が引っ張られましたけど、はい、まあ、そうなるとそこの背中ですよね、うん、シャドウの山田かな、うまくこう落ちてきて間で受けましたけど、はい、まあ、中央のところというのはこう前に取りに行った時に取れればいいんですけど、取れなかった時の中盤の特にミドルサードのところの空洞化っていうのはやっぱり甲府の方は避けたい、はい、やっぱり前の意識も相当強くなってきてるし、早く同点に追いつきたいという気持ちも分かるんですけども、まあ、行った時は必ず背中も空いてるっていうところを意識しながらポジションを取らないと、まあ、今みたいな場面はありますね、はい、まあ、頂点のルキアンに引っ張られてシャドウの大津と山田のところが少し空いてくると、まあ、ルキアンの手前で受けられると嫌ですね。そうですね、深い位置で野津田、中を使って長谷川には合わず、岩田陣内でボールをもう一度回収した甲府。関口だ、ここからでしょうね、どういうふうに懐入っていくのか、はい、ミラが降りてくる形になりましたが、いいんじゃないですか。メンデスが中に入ります。泉沢2人に囲まれましたがキープして荒木、空いたところもう一度泉沢、少し前の選手が動き止まってるんですよね、今ボックス内にリラとメンデスもいるんですが、野津田がちょっとそれをかわした動き、顔を覗かせますがそこにはボールは出せず、まあ、今のボールの動かし方と揺さぶりだとそんなに岩田の方も構えたところからの横ずれはそんなにストレスはないと思います。はい、もっとこれ効果的にするにはどういうボールが必要になりますかね。両サイドのところの出し入れとやっぱりこう割っていくぞっていうところの顔はしっかり見せないといけないので、まあ、構えているところにこれ無理くりこう突っ込んでいてもなかなか難しいですし、そうですね、メンデスのところで運べたんですけど前の動き出しがないのでそんな効果的なパスが入らなかったじゃないですか、はい、まあ、それによって入れたんですけど下がってもう1回のボールのやり直しだったので、リラから長谷川中を向いた、裏を使いましたがここに味方は反応できませんでした。今みたいにこう少し潜っていって最後ラストパスとか、はい、でワンツーダイレクトとかどっかでこうやっぱ変化出さないとなかなか難しいですよね、構えてる相手に対しては、ね、はい、長谷川のその良さというのも伊藤監督狙いがあって今のプレーを要求しているかもしれません ね、はい、もちろんドリブルとあとはこう狭い空間見つけてのこう斜めのランニングって彼得意ですから、はい、だそこをしっかりと周りの選手が見て使ってあげるっていう回数というのを増やしたいですよね。そうですね、一方の岩田もルキアンはこういった最終ラインにボールを回している時もちょっとずつ相手のラインとの駆け引きを行っているような動きを見せています。今の方は甲府はしっかりとこうボールに対して少しアプローチかけながら、はい、まあ、2列目も同サイドでついていって、まあ、最終ラインが高いところをキープするためにこうルキアンと駆け引きしましたけど、まあ、なるべくやっぱりルキアン自陣でプレーさせたくないというのはありますよね、うん、あとは中途半端にボールホルダーにプレッシャーいかないと高いラインの背後というところも気にしないといけないですから、はい、しっかりボールホルダーにプレッシャーに行くという前提で周りがこうつながってコンパクトさを保つと、まあ、今みたいな守備というのをまあ、しっかりやってボールを奪って早く攻めるっていう回数を出したいですね、甲府の方は。はい、これが甲府の同点のシーンです、うん、見事でしたねここね。
開始早々の48分というところでした。で一方の岩田の勝ち越しゴール、まあ、弾いたところも悪い、ね、メンデスが最後弾いたんですけども、まあ、いいところに行きましたけど簡単なボールじゃないですよね、はい、浮いたボールの落ち際をしっかりインステップで叩いて、まあ、我慢しきれなくて吹かす場面とか枠外ってよく見るんですけど、はい、まあ、持ってる大津の持ってるものですよね、はい、スーパーゴールが決まりまして岩田が勝ち越しです。この泉沢が同点のゴール、まあ、こういった選手を甲府としてはさらにもっと自由に仕事をさせたいわけなんですが、そうですね、はい、それをさせていないというのが岩田の今日の試合ぶり。飲水タイムが明けてプレー再開です。長谷川、右に関口、シンプルに上げてリラのところ、三浦が出てきました。ボールを送って関口、足元キープします。下げて浦上、長谷川を使いました。野津田が寄ってきますがそこは使わずカットしました。山本乗り道からのカット、ルキアン降りてきて味方に預けてもう一度上がり直します。小川大輝、山田がファーサイドにもいます。プレスを回避しつつ鈴木優斗、裏を取った大津、触れましたがキーパーです。まあ、いいランニングでしたね。そうですね、はい、斜めに進入してくる動きを見せました。まあ、そこを逃さずに、まあ、鈴木優斗もしっかり使ったと、はい、再三にわたってこの最終ラインの選手が非常に高いところで攻撃参加をしています。まあ、今の岩田の攻撃のところもやっぱり甲府のやっぱり自分たちのボール保持のところから失ったところから始まってるんで、まあ、しっかりクロスで終わるとかシュートまでっていうところは完結したいですよね。そうですね。まあ、そして両チーム2枚ずつの交代が切られます。まず甲府が有田光輝と山田陸がピッチに投入されます。トップに入っていたリラに変えて有田光輝、そして中盤の野澤に変えて山田陸が投入されます。まず注目に挙げたリラの今日を振り返ってみてください。まあ、前半早々何回かありましたけども、まあ、そんないい形でボールは受けれなかったと。もちろん得点になったところ、同点に追いついたところの動き出しは見事でしたね、はい。まあ、チームとして、まあ、ああいう動き出しを逃さず使うとか、はい、あとはやっぱり足を振り抜く回数というのはもう少しストライカーとして増やしたいですよね。そうですね、まあ、そこはあったと思いますね、はい。で一方の岩田の選手交代がありまして、遠藤に代えて鹿沼、この交代はその後になりそうです。フリーキックゴール前合わせてボールは流れていきます。岩田の交代はこのセットプレーが終わったこのタイミングで行われます。遠藤に代えて鹿沼直樹、そして大津勇気に代えて移籍してきたばかりの金子翔太がピッチに送られます。今日のこの勝ち越しのゴール、改めて本当に素晴らしいシュートでした。いや、もう本当そうですね、素晴らしい一言、素晴らしい一言で片付けちゃいけないんですけど、そうですね、まあ、いろんなものが詰まったゴールでしたね、はい、ダメ線を外さないとか、まあ、落ち際叩くのすごく難しいですし、まあ、先ほども言いましたけど我慢しきれないんですよね、はい。まあ、大津の技術の高さというのを見せてくれましたね。素晴らしいことでしたね。そして遠藤も随所にわたってやはりその力を見せつけました。いや、もうさすがです。はい、ゲームをしっかりコントロールしましたし、まあ、ほとんどボールは失わなかったですからね。そうですね、はい、
だから彼からがやっぱり攻撃が始まりますし、彼がボール持つと前線の選手はいい立ち位置取りますから、はい、まあ、スムーズに前線にボールが入ってきますよね、うん、まあ、そういうところではやっぱり彼の存在というのは大きかったと思いますね、はい、そして代わりに入ってきたのが清水から期限付き移籍で加入しました金子翔太、さらに28番つけたカンマが中央に入りました。まあ、金子翔太楽しみですね。そうですね、はい、7月14日に加入が発表されました金子翔太、こちらの選手です。清水からの期限付き移籍、これが岩田デビュー戦となります。小川、小川大輝外に預けて山田、山本浩介が触れてラインを割った形になったでしょうか。今ゴールラインかタッチラインかというところでスローインになりました。小川大輝キープしてあげます。ゴール前左足シュートブロック、メンデスブロック。さあカウンターです。変わって入った山田陸、2人に囲まれますがまだキープ。泉サバに預けましたが味方に当たってしまいました。はあ、よく残しましたね。有田落として関口、いやーボールが流れていく。連携を見せました。まあ狙ってるところはしっかり見れてましたけどね。まあ、少しアバウトのボールだったんですけど、うまく残して有田かな、はい、中に潜っていって関口から泉沢、まあ、お互いがしっかりこう意識し合えたのが良かったんじゃないですか、はいはい、合っていればというシーンでしたが、それぞれ交代選手がボールに積極的に絡んでいきました。こちらがトップに入っている有田光輝です。だボールしっかり収めることというところは求められると思いますし、はい、まあ、もちろんランニングもできますから、岩田の最終ラインとどれだけ駆け引きできるかでしょうね。そうですね、まあ、それは背後のところと手前のところもそうですね、はい、まあ、頂点にいる、まあ、彼の動き出しをしっかり逃さず使ってあげるということは大事になってくると思います。またリラとは違った良さがある選手ですから、はい、非常にポストプレーもできる選手です。でも泉沢が中央に残ってますから、はい、まあ、少しこう小川大輝とかがこう攻撃入った瞬間に切り替えたところボールうまく取れると、スリーバックの脇っていうのは泉沢が中央からこう斜めにランニングで起点できると思いますからね、はい、だからそこも逃さずだと思います。まあ、一つ有田を見るっていうところと、まあ、中央の泉沢の動き、はい、まあ、背後なのか手前なのかっていうところをバランスよく前の2人で駆け引きできるとボール持った選手は入れやすいかもしれないですね。そうですね、はい、荒木が外に開いて泉沢が中のポジション、ツートップのような形になっている甲府。中を使って山田陸、プレスに合いましたがなんとか前ボールに残しています甲府。コースケが中央からの蓋をします。前のスペースが空いていてメンデスが持ち出しました。コーク荒木、まあ、はっきり山田陸のところ少しアンカー残して、はい、まあ、インサイドハーフみたいな形で、まあ、取り替え、すみません、長谷川のところとノツが少しこう逆三角形みたいな形になってますね、そのノツだ。ワンタッチで残してパス交換、泉さんは絡んでいこうとしたところです。すぐに入れましたスローイン。ここに山田陸、まあ、そうですね、長谷川降りてきて村上に渡します。ホーム自分で持っていって中、泉沢、後ろから野津田絡んでいきますが、そしてこのボールルキアンです。抜けていく松本、
松本雅也ボールを残して中を見た。近くに中に金子もいます。小川大輝、近くに金子、遠くにルキア。小川大輝、非常に狭い局面ですが岩田がキープ。もう少しギリギリたいんですけどね、人数合わせてるんで、はい、勝負に行く。小川抜いた、右足クロス、ゴール前、いいボールでしたね。ルキアンに合えばというボールでした。まあ、再三今日小川突破して上げてますけどね、そこからのクロス多いですね、はい、大きな武器ですね岩田の方はね、はい。の周りを金子が衛生的な動きで距離を取ります。画面の右端、40番の金子。まあ、甲府は構えるときは 5-3-2 で構えてますから、2列目の3のところが少しこうミドルサードのところ、2列目のところでこう動かされると、まあ、かなりこう走る距離は長くなってると思いますね、その分の横ずれが必要になってくるわけですね、はい。鈴木から金子、金子左足持ち替えて、ああ打っても良かったですけど ね、 いやそうですね、味方を使おうという頭になったでしょうか。うまく抜け出したんですけどね、はい。まあ、一つ彼の良さ出ましたね。そうですね、まあ、本当限られた空間使うの上手ですし、はい、懐に入れてあげるとターンも上手ですし、外すのもうまいと。そして甲府がさらに選手交代、大卒ルーキーの菅井秀弘、これがプロ初出場となります選手。まあ、長い怪我明けの選手が今初めてピッチに送られました。野津田に変えてラスト10分での投入となります。今この菅井にはどんなことが求められますか。まあ、この時間帯ですからね、少し押し込まれる時間も長いんで、まあ、守備からというところは求められると思いますし、はい。泉沢です、かわして、はい、うわーキープした、あーいいですね、いい対応ですね。そうですね、大井健太郎、泉沢もただドリブルで一人で運んでいける選手。まあ、岩田の方も相当泉沢にボールが入ったら意識してますから。そうですね、はい、今はもう3人で潰しに来ましたからね。この試合までですが泉沢は J2 のドリブル数ランキングで1位の63回、そして抜けたルキアン、キーパーのは1対1、ルキアンシュート、ちょっとジャストミートはしなかったか。まあ、それでもランニング出してと受けての完結見事でしたね。そうですね、はい、そしてやはり一人で完結させてしまうんですね。だから甲府の選手たちも分かってはいると思うんですけど、だ瞬間的に外すのも上手ですし。そうですね、まあ、ただ来るボールを受けているわけじゃなく、ボールが来る前の動きですよね、はい、だそこしっかり見てもらいたいですね、はい、それぐらい質の高い相手との駆け引きがあると思います。なるほど、新井縦パス跳ね返ってきて、もう一度その洗いです。縦に入れて長谷川からのリターン、村上、まあ、あとは揺さぶりですよね。ここもそうですけど、縦ではなく横も一瞬見せるような動きが必要になりますかね。そうですね、はい、ここもですね、やはりこのルキアンです。メンデスが距離を詰めつつ対応に行く、味方のディフェンダー返ってきますが、ルキアンカットイン、右足持ち替えフィニッシュ、ブロックに当たります。おっとボール残した、川田が奪い切りました。今のキーパーの川田の判断も良かったですか。そうですね、ここに2番の菅井秀弘、今日がデビュー戦となります。まあ、相手が出てきたところ、甲府が出てきたところを、まあ、少し引き込んで奪ってルキアンというところの狙いもはっきり出てますし、はい、まあ、岩田の、まあ、後ろの選手からするともう1本決めてくれよという感じはあると思います。そうですね、はい、まあ、まだ1点差なんでボックスの中にボールが入ってくると何が起きるか分かりませんからね。そうですね、菅井左のウィングバックに入っている菅井が中にポジショニング、その分荒木が中のミッドフィルダーの形になっています。その荒木
縦につけて泉沢、おっとここは合いませんでした。あ、そして岩田が選手交代、ルキアンに代わってファビアン・ゴンザレスです。改めて佐藤さん、ルキアンを振り返ってみてください。まあ、3点4点取るチャンスありましたね。そうですねまあでもそこまでの呼び込む動き出しとか、まあ、チームとして彼を使うというところはもう徹底してますし、はい、まあ、自分たちの良さというところと自分の良さというところはしっかりとこう理解しながらピッチで立ってプレーしていると思いますよね。そうですね、はい、ルキアンと今日はありませんでしたが、まあ、ルキアンの日ではなかったですね、うん、まあ、ただアシストもね、はい、ありましたから、そうですね、はい、得点には絡める動きがありました。で、代わりに入ったのはこの29番つけたファビアン・ゴンザレスです。まあ、この選手も楽しみですね。そうですね、はい、今シーズンコロンビアのアトレティコナショナルからの移籍で入ってきました。山田陸前を向いた、さあ間もなく85分になろうというこのゲームです。1点リードは岩田、ここまで一方で4連勝としてそのまま中断期間に入った甲府、5連勝を目指す今日のゲームですが、ビハインドの状況、新井が絡んでいった、うん、裏に抜けるか、泉沢には渡らず、惜しかったです。はい、はい、だ一つボールサイドの局面、新井がここで打開してうまくワンツーで潜っていって、はい、その瞬間に泉沢がこう斜めにクッと入りましたけど、ええ、まあ、点と点がうまく合えばシュートまで行けたと思います。そうですね、まあ、見てる場所は良かったと思いますね。はい、まあ、前の動き出しという話を佐藤さんからも先ほどありましたが、その中盤さらに後ろの選手たちがあえて出しどころをこう探しながら動くというのは求められる動きになりますかね。まあ、そうですね、はい、まあ、出どころでスムーズにやっぱり顔を上げる時間を作ると今みたいに前線の選手も動き出せますし、はい、まあ、可能性は十分感じますね。うん、その差は1点です。まあ、あとはフレッシュな選手たちがしっかりボールにアプローチいってボールを奪うという回数を増やしたいですね。そうですね、85分経過して間もなく86分になろうとしています。ファビアン・ゴンザレス絡んでいって山田裕樹、2人に囲まれまして相手に当ててオフボールになりました。まあ、本当彼の存在も大きいですね、岩田の方は ね、 ね、本当に至る所に顔を出しつつ起点となる動きを何度も繰り返して、あの上手な上手い選手なんですけど、チームのためにやっぱりこうファイトできる選手でもありますから、はい、で効果的に受けて、まあ、スルーボールも出せるし、まあ、点も取れるし、90分通して非常にハードワークを見せている山田裕樹、うん、マイボールです、残しています。上はありません、一度止めました。まあ、今ぐらいタイトにじゃないですか。そうですね、はい、まあ、こういう球際の攻防というところですね。少し足には入ってますけどね、はい、自由を与えないということは大事になってくると思います。小川大輝と代わって入った菅井秀弘、この2人の勝負となりました。もちろん菅井もそのあたりを意識して球際では絶対負けないぞというようなその思いもあるでしょうし、一方のこの小川大輝も何度も上下動を繰り返しつつチャンスを伺う選手、本当にこう量と質落ちない選手ですね。そうですよね、うん、まあ、タフですよ、はい、まあ、チームにこういう選手が一人サイドにいてくれると心強いと思いますね、はい、荒木フィードボールを送って残っていたトップにメンデスがいます。もうメンデスが上がってますよね。パワープレーですね、はい、1点追いかける甲府です。山田陸
プレスに合いますがマイボール、荒木が上げてそのメンデスの頭上、打ち上がったボールボックス内で三浦がキャッチです。だ明確にメンデスにボールを渡すっていう作業は増えると思うんですけども、はい、あと何回ぐらいこう渡せるかわからないですけど、やっぱりどこからボールを入れるかということですよね。そうですね、まあ、より深いところから入れたいですし、はい、あと角度つけたところから入れたいですね。正面に対しては強いと思います。はい、まあ、構えたところに入れていくと大井も強いですし、まあ、あとはセカンドボールですね。そうですね、これを拾うのは山本康介、そして山本のり道から左の松本雅也、金子、あ、捉えた後の戻り、前場のプレー大きいと思いますね。そうですね、はい、進路を塞ぐ形になって相手のチャンスを積みました。ボックス手前で跳ね返した岩田、このボールを甲府の方は拾いたいんです。そうですね、はい、ことごとくこのセカンドボールが岩田が収めているわけなんですね。だ入れて跳ね返ったところを前向きで拾って、やっぱシュートで終わると。マイボールをアピールしましたファビアン・ゴンザレス。大綿の方は無理して前から行って剥がされて運ばれて入れられるというより もう入れてくるの分かっているのであれば、2列目の選手たちもしっかりプレスバックするとか、はい、まあ、メンデスのところをしっかり消しながらでしょうね。そうですね、はい、広く使ってここに菅井、うん、そうですね、あまり深追いしないでというのが大事になってくると思いますね。今の小川のプレーもそうですよ。パスコースを制限しつつ中にボールを入れさせない動き、岩田のここまでのディフェンスです。広げたところから入れたいですね。ここからですね、はい、ロングボールを入れてメンデス、後ろから菅井のボード、菅井一度下げて、アディショナルタイムは4分の表示。菅井今日がデビュー戦、荒木その前に対応にあってコーナーキックです。枚数を左サイドでかけていきました甲府、その中掴んだコーナーキック、同点のチャンス、今日一番のボルテージとなっています。このジットリサイクルインクスタジアム4連勝としてこの岩田との試合に臨んでいる甲府。そして岩田はこのセットプレーのタイミングに選手の交代、1人足つってますね。小川大輝が足をつっていて、そこに交代して伊藤真希人が送られるようです。いや、先ほどお話にありましたが、小川の今日の上下動、さらに起点になる動きというのは良かったですね。そうですね、まあ、本当タフな選手ですね。はい、よく走りましたね。ちょっと最後足をつりながらですが、自分の足でピッチを後にします。そして代わりに送られるのがこちらも加入したばかり、7月21日に横浜 F マリノスからの期限付き移籍が発表されました伊藤真希人、これがデビュー戦となります。このタイミングでピッチに送られました、まあ、しっかり掴んでもう高さがありますから、はい、まあ、跳ね返すと。甲府は千載一遇同点のチャンス、長谷川が蹴ります。インスイングのボール、中央を狙ってメンデスヘッド、追いついた、メンデス同点。やはりセットプレー強さを見せました甲府、アディショナルタイムに試合を振り出しに戻しましたメンデス。サポーターを煽りますメンデス、高さのあるヘディングを見舞いまして2対2。いや、追いつきました甲府です。まあ、長谷川のボールも見事です。インスイング、まあ、一瞬外しましたね、まあ、少しボール見すぎた分で良いボールが入ってきたんですけど、瞬間的に背中グッと取ったんだと思うんですけど、ここですね、少し前のめりになったのかな、まあ、でも当て感も上手でしたし、メンデスの高さ、落ち際をうまく叩いて見事ですね、はい、何かこう嫌な予感がしたんですけどね、やっぱりいいボール入ってくると溢れリスタートしている、うん、金子ボックス内に侵入したところファウルがありました。まあ、セットプレーは強いですよね甲府ね。そうですね、
はり強さを見せた甲府のセットプレーです。今シーズンこれが16点目のセットプレーからの得点。試合も最終盤というところで面です。2試合ぶりのゴール、今シーズン5点目が生まれました。貴重な貴重な同点弾。2位の岩田、そして5位の甲府、勝ち点差はわずか5つ。その差をかけた今日の一戦、両者ともに意地を見せつけ合って2点ずつをここまで奪っています。前よく追いつきましたね。そうですね、さあ手元の時計で間もなくアディショナルタイム目安の4分台に突入しようとしています。いや、ここに来て両チームの球際の激しい争いです。伊藤真希と通した、鈴木優斗持ち返して縦パス選択、金子倒れますがフェアなくプレーが続きます。どうですかね。いや、今のは岩田とすると PK なんじゃないかとアピールがありましたが、あんまりもうこうもらいに行った感じじゃなかったんですけどね。そう見えたんですけど、上からではどうですかね。うまくこう前向きましたからね。もう少しメンデスの右足が金子の外した瞬間の膝に入った感じには見えましたね。シュート放つ松尾レフェリーはプレーをそのまま続行させて、アディショナルタイム目安の4分台突入、間もなく5分に入ろうというところ。あ、旗が上がります。ヒートアップしました。あっと、これ良くないですね。ヒートアップしています。この最終盤、今カヌマと甲府の長谷川でしょうか、まあ、長いボールに対して、そうですね、ここですね。そうですね、その後でしたね。まあでもここ甲府、そうですね、またプレーセットプレーですね。ワンチャンスだと思いますね。もうね、試合の残り時間はもうほぼ残されていない状況。おそらくこれがラストプレーとなります。勝ち越せるか甲府、5連勝なるか。一方の岩田も悪い流れを断ちたい今日のゲーム。防げるか、上げて逆サイド、メンデス、もう一度合わせたボール、跳ね返したところで90分終了のホイッスル。2対2、8点1を分け合う結果となりました。まあ甲府はよく追いつきましたね。そうですね、はい、大和からすると再三チャンスがあったので、まあ決めておきたかったですよね。2点目3点目、そうですね、3点目4点目のチャンスもありましたから、はい、岩田とするとその後1点勝ち越しの点が遠く、その通りだと思います、はい、だからそこを決めないことによってこういうゲームになってしまうと、まあ、もちろんゲームをコントロールしたのは岩田だと思いますけども、はい、まあ、チャンスの数も岩田の方が多かったと思います。そうですね、僅差に迫る甲府と勝ち点1を分け合いました岩田。一方で甲府としても劣勢とずっと強いられるわけだったんですが、そうですね、最後自分たちの強みのセットプレーというところ、持ってましたね、そこでね、はい、再三メンデスは自分の背中とか自分が狙われていることは重々承知してプレーしたと思うんですよね、はい、最後やり返しましたね。そうですね追いついてのドローに持ち込んで勝ち点1を分け合う形となりました今日のゲーム。佐藤さん、改めて全体振り返ってみてください。いや、もうまあ、おそらく残りのゲームもこの2チームは昇格争い関わりながら、ね、J2 を引っ張っていくんだろうなというのは改めて感じましたし、はい、まあ、再開初戦でしたけども ね、まあ、本当に高両チームともインテンシティ高く、まあ、玉毛もそう、攻防もそうですし、はい、もう見事な戦いぶりを見せてくれたと思いますね、はい、まあ、両チームともにこの3週間で準備してきたもの、そして最後の最後まで足を止めずに1点を奪い合った、うん、そんな内容のゲームとなりました。大和田の方からするとやっぱり勝ち点2を失ったゲームだと思います。あ、そうですね、はい、まあ、甲府の方は最後追いついたと、まあ、次につながる勝ち点1だと思いますね。そうですね、はい、まあ、岩田とするとちょっと心配なのがこれで勝利からは3試合遠ざる方になっちゃったんですね、まあ、チャンスの数はどの試合も作るチームなので、まあ、そこを決めてればということはあると思いますし、はい、まあ、自分たちでボールを動かしながら、まあ、相手のこう出方を見てサッカーをするというのは今日も再三できてましたし、まあ、最後の仕上げのところで、まあ、どれだけ
まあ、今日で言ったらルキアンが仕事をできるかというところはかかっていると思いますし、まあ、他の選手たちもそうですし、はい、まあ、チャンスの数は作ったと思いますから、そうですね、はい、まあ、前向きに捉えて、まあ、次のゲームに臨んでもらいたいなと思います。そうですね、はい、まだまだ試合数はありますから、はいはい、まあ、一方の甲府としますと、まあ、劣勢をずっと強いられて押し込まれる時間帯、はい、まあ、岩田に本当にゲームをコントロールされ続けた中だったんですが、まあ、要所要所でやはりその強みというのは見られたわけなんですね、はい、そうですね、まあ、3点目を取られたらこのゲームはあの終わってたと思うんですけど、はい、まあ、そこをうまく耐えながら、まあ、最後のワンチャンスセットプレーにかけてたところももちろんあると思いますし、はい、まあ、セットプレー取るってことは相手自陣まで押し込まなければいけないことですから、まあ、そういう意味では自分たちの強みっていうのを最後の最後で出してくれたなと思いますね、はいはい、ではここで甲府のメンデス選手のインタビューです。よろしくお願いします。後半アディショナルタイム土壇場での同点弾でした。コーナーキックからのゴールでした。あのシーンどんな狙い駆け引きがあったのか教えてください。Foi uma jogada ensaiada do treino, né? Corri ali no meio pro segundo pau e consegui fazer o gol e ajudar a equipe. まあ、まあ、いつもの、練習でやってきてる、まあ、セットプレーからに生まれたゴールですね。まあ、まあ、しっかりもうみんなのイメージ共通してて、まあ、自分のイメージが真ん中から、まあ、ちょっとファーで逃げるイメージがあったので、まあ、ボールが来て、まあ、ゴール、決めることができて貢献チームに貢献してすごく良かったと思います。今日は上位の岩田相手ということで厳しい時間帯も多かったと思います。どんな意識を持ってプレーしていたんでしょうか。Nesse jogo foi difícil para a equipe, né? Contra do Iwata. Jogo bem difícil aí. Um jogo direto que briga lá em cima. Como você achou do jogo? Como é que foi em geral para você? Ah, a gente começou bem, depois eles melhoraram.Mas um jogo de duas equipes boas, dois times bons, que gostam de ficar com a bola, então um empate, conseguimos sair com um empate no final, então valeu, tá bom. Ficar mais agora para o próximo jogo. Mano, uma joy 対決ということもあって、まあやっぱりまあタフな試合だったと思うし、まあ両チーム、まあ我々の入り方がすごく非常に良かったと思うんですけど、まあもちろん相手がまあ少しずつ慣れてきて、でまあ本当に難しいゲームだったんですけど、まあ最後に。まあ、2回も我らが追いつかないといけない状態だったんですけど、まあゴール決めて勝ち点1取れたことがすごく非常に大きいと思います。次は勝ち点3期待しています。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。メンデス選手のインタビューを聞きいただきました。最後の同点弾、あの高さというのはやはり強みですね。いや、そうですね、彼の武器ですからね。はい、まあ、ただ一方で佐藤さん、ゲーム中に指摘もありましたが、守備の面で、まあ、一方 の、 その岩田のエースのルキアンに何度かそのやられているシーンもありました。だ、そうですね、まあ、チーム全体としてどこからこう侵入していくかというところは明確に岩田の方は、まあ、メンデスの背後というところは狙ってきたと思いますね、はいはい。まあ、今後そういったところの対象ケアというところも必要になってくる甲府になるんですね。いや、もちろんそうですね、はい。まあ、その中で最後追いついた気持ちを見せたメンデス。前回対戦したときには前半の開始4分で退場というところで、もしかしたらこの岩田への思いもあったかもしれませんね。まあそこも背後からでしたね、はい、中央からこうダイレクトでこうフリック気味の長いボールが入ったところから、はい、もちろんクリアミスのところメンデスの前に落ちてルキアンにうまくこう拾われたところから始まったんですけど、ああいうところは、まあ、彼はそんなに得意としてない、うん、まあ、長いボールに対しての対応とか、はい、まあ、背中の対応ですよね。であればチームとしてやっぱりボールに対してはプレッシャーに行かなきゃいけない、高いラインを設定するのであれば出されてから対応するのか出される前に対応するのかというと、まあ、そこの、問題というのは、まあ、練習して勝っているところも時も出てますから、はいはい、まあ、少しクリアしなければいけない問題だとは思います。まあ、あとはこういう、こう劣勢の時の彼のやっぱり高さというのは大きな武器だということは今日も証明してくれましたから。そうですね、はい。まあ、最後パワープレーのような形で前半に残っている時間も長かったんですが、はい、そういったボールも相手としてもやっぱりああいった高さがある選手があると嫌なものですよね。そうですね、はい。まあ、特にボックスの中にボールを入れられると何が起きるか分かりませんから、はい。まあ、そういう意味で、まあ、最後コーナーキックを取って、まあ、いいボールが入って、まあ、彼の良さっていうのが出ましたね、見事にね。そうですね、まあ、2失点はしました甲府。守備面の課題という点では次の試合以降にまた持ち越しになりましたが、一方でやはり得意なセットプレーからこの形、うん、得点が生まれたというのは非常に今後の好材料と。そうですね、まあ、3点目4点目取られてもおかしくないような場面、自分たちが攻めているところの最後の背後のところですよね、ルキアのところ、はい。まあ、そういうところもケアしながらだと思いますけども、はい、
手応え、そして一方の収穫というところもこのゲームからはあったかもしれません。まあ、これからこういうゲーム多くなってくると思いますよ、はいはい。まあ、上位にいればいるほどやっぱ下位のチームというか、まあ、昇格争いのゲームもそうですけども、どのゲームもやっぱり、まあ、甲府の良さをやっぱり消してくると、はい、で自分たちの時間じゃない時にどんな振る舞いを見せるかっていうのは甲府に求められていることですし、まあ、前節の、まあ、栃木戦なんて見事にそうでしたよ ね、 そうでしたね。まあ、段階で先に点を取って、はい、少し相手の力を吸収するようなこうゲーム運びもしてましたし、うん、まあ、逆に先に点を取られて追いかける展開になったときに2点目3点目取るパワーというのも間違いなく必要になってくると思います。そうですね、はい、では甲府伊藤明監督のインタビューです。最後の最後まで分からない展開の中勝ち点1をつかみ取りました。まずは今日の90分間振り返ってください。まあ、まずは先に取られて追いつくという、まあこういう流れになった中で、本当選手は最後まで諦めずに、ね、勝ち1をもぎ取ってくれたというふうに、そういうふうに感じております。後半追いかける展開となり、立ち上がり早々に同点に追いついた後また追いかける展開となりました。その間選手たちにはどのようなメッセージ指示を送っていたんでしょうか。まあ、まずはチームとして、ね、やるべきこと、まあ、そういうところをしっかりとやること、例えばプレッシャーかける、目の前のセカンドボールを拾いに行く、目の前のバトルを負ける、そういうところ、やはりそういうところが一つ一つ足りなかったところがやはり前半あったので、まず後半そこをまず改善しようぜというところから入りました。選手たちただ90分間非常に戦う姿を見せてくれたと思います、はい、ここからの上位争い昇格争いに向けて突き詰めていきたい点あれば教えてください。まあ、本当にやはり一戦一戦勝ち切ることがすごく大事になってくると思いますので、やはりここから先はやはり勝ち点3をしっかり奪う戦いをしていかないといけない、今日の追いついて勝ち1ではなくて、やはり勝ち点3を取る、まあ、そこにやはりみんなで尽力を尽くして、一つの戦っていかないといけないかなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。甲府の伊藤明監督の声をお聞きいただきました。まあ、前半のうちに追いかける展開にすぐになってしまいまして、チームとしてはプレッシャーをかけること、セカンドボールを回収すること、1対1で負けないこと、そういったものは足りなかったので改善しようと話しかけたと言いました。だからすごくサッカーのベーシックなところですよね、はい、だから戦術とか戦略とか相手の良さをどういうふうに消すかとか、自分たちの良さをどういうふうに出すかの前に、まずピッチに立っている選手たちが目の前の相手と戦うということが少し足りなかったと、はい、そういうおそらくメッセージだと思います、はいはい、前半はそういったシーンが何個かあったっていうのはやはり印象としてはありましたもんね。まあ、そうですね、はい、ただ後半に入って早々に同点弾 を取ったというところでは、はい、そういったのが改善された結果がすぐ出たという見方もできますよね、うん。まあ、そうですね、はい、まあ、たまたまではなく、まあ、しっかりとこう選手の配置とかそういうところをうまくこう使いながらね、左から右、中央、そして最後大外からと見事なゴールでしたね、はい、では磐田の鈴木正和監督のインタビューです。注目の上位対決、勝ち点1を分け合う形となりました。まずは今日の試合の総括からお願いします。そうですね、非常にいい組み立て展開から突破、バリエーションも増えていいリズムでサッカーやれたのかな、まあ、失点の2点という部分はちょっとしたところの集中力の欠いた部分、判断の部分の問題かなと思うんで、まあ、こういった部分をしっかり次のゲームに向けていい準備をして戦っていきたいと思います。今日の試合チームの狙いというのはどの程度出せたでしょうか。そうですね、攻撃は非常にバリエーション、慌てずに前から来た場合にはうまく前線を起点に使ったりいう部分で非常に、仕掛けるっていう私はいつも言葉を使ってるんですけど、ボールを動かして相手を動かして、仕掛けて、チャンスメイクっていう部分では非常に攻撃のところではバリエーション多かったかなと思います。まあ、ジャッジでちょっと難しい部分があったんですけれど、ただ最初の質問でおっしゃっていたように複数失点が続いています。守備の面でこれから大切にしていきたいところを教えてください。いや、もう個人の判断も含めてやっぱり単純なボールの判断、マーキングの問題、いろんな部分あるんだけれど、やっぱりしっかり最後まで集中を持って守りきらないといけないのかなと思います。そして今日新加入選手が移籍後初出場となりました。彼らのパフォーマンスについても最後一言お願いします。そうですね、運動量は非常に多く、金子の場合は攻守にチームのために頑張ってくれたかなと思いますし、伊藤に関してはちょっと少ない時間だった部分はあるんですけれど、安定したポジショニングとっていう部分では定評を持ってるんでね、これからまたチームのために頑張ってくれると思います。ありがとうございます、はい、次節期待しています。
岩田は終わってみれば4試合連続の2失点。ただ鈴木監督の言葉の中にはボール、人を動かして仕掛けるところ、そういったものは見られたという話もありました。あ、そうですね、まあ、自分たちでしっかりボールを握りながら、まあ、来たら背後、まあ、手前、コンビネーション、まあ、サイドからの攻撃、クロス、まあ、自分たちの強みというところはすごく良かったんじゃないですかね、出したんじゃないですかね、はいはい、では今日のゲームのハイライトをご覧いただきます。ジュビロ磐田、そしてヴァンフォーレ甲府のゲームをお送りいたしました。まずは18分です。磐田、遠藤から最後ルキアンが最後締めに行こうというシーンでした。よく触りましたね。でもね、そうですね、まあ、ドイツボランチが縦関係になって縦の出し入れから背後のランニング、そしてクロスルキアンと、はい、惜しかったですね。そうですね、続いて37分磐田のシーンです。まあ、スローインからですよね、はい、まあ、ルキアの強さと、まあ、大外から松本、まあ、関口の背後からですよね、はい、まあ、すごくシンプルな攻撃なんですけども、はい、やっぱり強さとうまさと、まあ、駆け引き、まあ、そこは出ましたよね、はい、決め切る力を見せた岩田、まあ、体をつけながら前を向いて、まあ、最後速いボールを、まあ、おそらく大外から来るだろうというところを、まあ、意識しての速いボールだったと思いますし、まあ、そこに対して松本もしっかり背中から掴まれないように入ってきたと、はい、見事でしたね。前半を1対0で折り返しまして、そして後半開始の早々でした。48分、まあ、中使って、まあ、ボックスの幅でうまくこう相手引っ張りながら、まあ、リラの、まあ、いいランニングから最後の、まあ、シュートというかラストパス、まあ、どっちですかね、まあ、少しインサイド気味だったので泉さんのポジションしっかり見えてたのか、はいはい、少しやっぱりこれだけこう左から中央、中央から外っていうのを使われるとボールウォッチャーになりますし、大外のところ最後対応したのは山本康介だと思いますけども、まあ、目線がと体の向きがやっぱりボールに振られるんで、どうしても大外から出てくる選手っていうのは掴みづらいと、はい、このゴールも見事でした、はい、まあ、リラの動き出しも見事でした、はいはい、続いてセットプレー、磐田のコーナーキックからこぼれ球に大津の技ありゴール、まあ、もう素晴らしい一言ですね、まあ、落ち際をしっかり叩いて、はい、だ少しこうメンデスに当たったボールが滞空時間長いボールなんで、ギリギリまでボールを見て、なおかつ甲府の選手もプレッシャーに来ているので目線に入ってくると思うので、ええ、まあ、相当難しかったと思いますけど、ボールだけしっかり見て叩きましたね、2ステップ、まあ、いいところに落ちてきたんですけど、このいいところに落ちてきたボールがすごく難しいボールだったので、そうですね、はい、まあ、大津の技術の高さ、キックのうまさ、まあ、全てが凝縮された素晴らしいゴールでした。はい、そして最終盤93分のことでした。これはマーク誰ですかね、ついてたのね、タイミングをずらしたような形になったんですか。おそらくそうですね、少し浮いてましたね、ボールも非常に良かったと思いますけども、まあ、かぶったんですね少しね、まあ、浮いてましたよね、まあ、叩きつけて、まあ、見事ですね、しっかりと点で合わせたようなヘディングとなりました。少しボールに反応しすぎてしまうと前に競った選手とこう被ったので、まあ、うまく落ち際をボールの軌道を見ながら叩きましたね、はい、そうでしたね、はい、試合終わって2対2、ここまでのスタッツをご覧いただきます。シュート数は磐田が15本、非常に多く上回っていたんですが、そうですね、まあ、オンターゲット10本ですからね、そうですね、はい、ただネットを揺らした回数は同じ2対2と、うん、まあ、この中であと 2、3点入れてもおかしくないような場面もありましたから、まあ、少しこう最後のやっぱり質っていうところ、精度っていうところはちょっと悔やまれますね。そうですね、はい、続いてプレーエリアもご覧いただきます。やはり真ん中が 47%、うん、そこから一気にゴール前というシーンが何度も後半もありました、ね、はい、だこのミドルサードのところでのしのぎ合いというか、まあ、球際の攻防もそうですし、まあ、来たら外す作業なのか、外して広いところを持っていく作業なのか、まあ、そういうところのやり合いっていうのはすごく見応えはあったと思いますね、はいはい、続いて甲府のアタッキングサイド、左が持ち直して 39% まで伸びました、まあ、そうですね、両チームに言えることですけど、やっぱりサイドに人がいますから、ええ、はい、まあ、作ってサイドの強みに仕掛けてクロスっていうところはあったと思いますし、
まあ、その数っていうところをやっぱり増やしたいですし、はい、あと数字だけ見るとやっぱりもう少し中央のところのセッションっていうのもやっぱりボックスの幅で使って足振り抜く場面っていうのは甲府の方はやっぱり作りたいですよね。そこは課題だと思います。はい、続いて岩田のアタッキングサイド、右肩上がりの 56% という数字が残りました。まあ、小川ですよね。はい、まあ、甲府が構えたところの左サイドなんで、メンデスの背後だったりとか、まあ、ルキアも流れてくるところ、得点のところもそうでしたし、はい、まあ、あとは鈴木優斗も加わる、山田もライン間で受ける、人数かけるというところは、右サイドのところはスムーズに攻撃いってましたね。うん、岩田の一つの生命線、強みといえる形が右サイドに現れました。シュート数ランキングをご覧いただきます。打ちましたね。そうですね。こういう数字が現れましたね。ルキアンが9本、大津が2本、甲府の取り替えも2本、そんな数字が出ています。まあ、ルキアンの日じゃなかったという言葉でこう片付けてはいけないんでしょうけども、まあ、そこまでボールをどういうふうに渡すかというところはチームとしてしっかりと意思統一できてますし、はい、まあ、あとは決めてくださいと、そうですね、いうことですかね。パス数は甲府は最終ラインの浦上がトップの79本、そして岩田は中盤の山本康介が67本、並んで新井も同じ数字が残っています。まあ、あとは効果的にどれだけこう握れたか、前線に渡せたかというところを考えると、やっぱり山本康介だったり遠藤、そうですね、のところはやっぱり質の高いボールが、まあ、構えたところに入ってましたし、はい、まあ、背後手前とかコンビネーションを誘発するようなこう意図的なこうパス、作りのパスも出てましたよね。うん、小川鈴木あたりはクロスという数字も入っているかもしれません。この試合の注目に挙げていただきました甲府はウィリアン・ニラ、岩田はルキアン、この2人のゲーム終了時のデータをご覧いただきます。まあ、改めて2人とも重要な選手ということは再確認させられたんですけども、はい、まあ、リラの方はまあ得点にも絡みましたし、まあ、あとはやっぱ足振り抜く回数というのはもっと作ってもらいたい。それはチームとして彼 に対してのボールの渡し方というところの課題もそうですけど、はい、やっぱ背後のランニングからシュートまで行くとか、まあ、身体的な強さとかしなやかさを持っている選手なので、まあ、もっとやっぱ試合数を重ねればというところはあると思いますけども、もうあと18試合しかありませんから、そうですね、はい、彼の爆発なくしてやっぱり甲府の自動昇格というところはないと思いますから期待したいなと。まあ、ルキアに関して言うとヒートマップで言うとボックスの中にやっぱり色濃く入ってますから、はい、やっぱり点を取る場所にやっぱり彼はいますから、そういうことですね、はい、そこは引き続きやるところですかね。はい、では他会場の結果と経過をご覧いただきます。ゴミはもう追いついあるか、引き分けか、そうですね、はい、同時刻キックオフの3位新潟、さらに大宮の一戦は2対2のドローとなっています。京都勝ちましたね。そうですね、はい、京都も勝って、まあ、これでまた上位のランキングというのも入れ替わりが見えるかもしれません。まあ、山形が引き分けてます。残留争いというところだと松本が勝ちましたね。あ、そうですね、はい、下が自動で4つ降格するという厳しいシーズンですから、そうなんですよね、まあ、やっぱり勝ち点3というのはもうマストですよね。はい、それを反映させた上での暫定のランキングをご覧いただいています。まあ、ゲームが終わった後にまたこれは動くと思うんですが、うん、岩田がトップに入って、まあ、勝ち点1をそれぞれ積み上げた甲府、まあ、4位に上がったという結果、こんな形になっています。また今節終わったタイミングにもこの順位表というのは大きく変わってそうですね。そうですね、はい、非常に密集混戦となっている今シーズンの J2 リーグです。残留争いももう熾烈ですね。いや本当ですね。では次の対戦です。甲府はアウェーで相模原と対戦、岩田はホームに戻って東京ヴェルディを迎え撃ち、さらに18日には天皇杯ラウンド16アマチュアシードのベルスパ大分との対戦を控えています。まあ、もう一戦一戦ですよね。まあ、簡単なゲームはないと思います、はいはい、目が離せない、そんな後半戦を迎えている J2 リーグ、今日は注目の上位チーム同士のカードをご覧いただきました。佐藤さん、改めて両チームどんなことを今後期待されますか。いやもうすごく見応えありましたし、やっぱりあの彼らが持っているやっぱポテンシャルの高さみたいなのも見せてくれましたから、まあ、チームとして、まあ、あとはこのコロナ禍の中でやっぱりこれだけのお客さんが来てくれて後押ししてくれてる、うん、やっぱりサッカーって素晴らしいなと、まあ、オリンピックはまあ今ね終わりましたけども、はい、まあ、改めてサッカーの力、スポーツの力っていうものをこの映像を通して皆さんに伝えていくことができればなと思ってます、はい、佐藤さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。この試合解説は佐藤祐介さん、リポーターは小松千恵さん、実況は村上幸政でした。